では、それではですね、えっ、ー、と、解説の方を進めていきます。で、今日の一斉テストについては、解説冊子の方ですね、教室で受けられている方は、まあ、お手元にえあるかなと思います。で、あとは、まあ、ズームで受けられている方は、まあ、チャット欄および、それからホームページの方にもね、解説冊子の方がありますので、まあ、後日解説の方を見てですね、えー、まあ、弱点になっているところとか、そういうところをね、えー、潰していただくという形で運用していくといいかなと思います。で、えっ、ー、と、まず今日の解説講義の中では、まあ、とりあえず担当式が50問。 それから、記述式ですけれども、簡単な記述式の方が30問ということで、ちょっとまあボリュームの方があったと思いますけれども、刑法のまあ総論、格論ともに、重要度が高いところっていうのを、比較的網羅的に出した形になりますので、特にまあ目標点っていう形で、特にね、なんか合格点を設定するというわけではないですけれども、一つの目安としてはですね、刑法に関しては、ある程度担当と論文っていうのがちょうどね、リンクの強いところというかね、 えー、担当式の問題と論文式のところである程度出題範囲も重なってくるところなので、まあ、特に今年が合格目標の方ですね。今年は予備試験であったり、ロースクールであったりとか、えー、まあ、ある程度今年の試験っていうのを合格目標されている方は、目標点としては担当はやっぱり8割から9割欲しいかなと。えー、全部で50問ってことですので、まあ、大体40問以上取れてなんぼかなというところです。で、まあ、入門を受けられて、 とりあえず、効果測定でっていう形でまあ受けられている方は、目標点としては大体6割から7割、担当でいうと30点から35点ぐらいのところが取れてれば、とりあえずは憲法の全体像っていうのは、とりあえず拾えているのかなというところだと思いますので、本当の目標は全問当ててくださいっていうところはありますけれども、抜けているところがないようにしっかり確認していきましょう。あとは、記述式に関しては、刑法の場合は本来事例問題みたいなね、具体的な事例の中で在籍を問うという問題が多くなるので、少しあの出題形式としては、 単純な定義みたいな問題が多くなってきてますので、そこのところはなんか、回答できてるところ、できてないところっていうのをしっかりチェックを入れて、で特にまあ論文対策で重視しているっていう方は、この記述式の問題25問かな、さっき30問って言いましたが、25問でしたけれども、これについては全問回答できるのをやっぱり目標にして、で抜けてるところがあったらですね、まあ、入門のインプットの教材であったりとか、まあ、あとはまああの私の入門であれば、チェックシートなどで押さえるべきところっていうのをまとまってますので、そちらのところで再確認しておくといいかなと思います。 では、それではえ今日のところですが、まずた担当の問題ということで、総論、格論ともにえ50問え出題していますので、まずは1個ずつえ丸バツ確認していきます。えー、と回答冊子、解説冊子の方でもね解説ありますけれども、なるべく時間というかねえ効率よくえまあ解いてすぐというところもありますので、ポイントになる点を最初にえ一気に確認していきます。じゃあそれではですね、早速ですが、ちょっと見ていきましょう。 では問題ですけれども、まあ、担当式の方がまあ1問目、えー、不作違反の因果関係というところからありますので、まあ、少し問題の方で映、ねえー、しながら解説していきますのでえ、ちょっと待ってくださいね。ちょっとプレゼンターの方で移します。はい。 じゃあ、それでは行きましょう。じゃあ、丸バツも含めて、えー、回答公表も含めて行きましょう。じゃあ、1問目。はい、まず、不作為犯の因果関係についてです。えー、期待された作為に出ていれば、結果が発生しなかったことが、えー、合理的な疑いを超える程度で確実であったと言えない場合でも、えー、可能性さえあれば認められる場合がある。ということで、まず1問目もサクッとこれ、ツになりますわね。えーまあ、どうしてかというと、不作為の因果関係は、十中八九事件というのがありましたよね。えー、十中八九期待された作為をしていたならば、 えまあ救命が可能であったということを一つのえまあ基準としていて、いわゆる十中八九事件の中では、こちらですよね、期待された作為に出ていた場合には、合理的な疑いを問える程度に確実であったという場合に、不作為の因果関係を肯定します。まあ、これを判例なんかは、十中八九という言葉を使ってましたけれども、期待された作為をしていたならば、十中八九、救命が可能であったという場合には、不作為犯の 因果関係を肯定するというのがありました、まあ、今回、救命が可能であったというのはね、あのいわゆるあの死亡との因果関係が問題になった事例ということになりますので、えー、まあ一般化するとね、期待された作為をしていたのであれば、えー、十中八九、えー、合理的な疑いを超えて、結果が発生しなかったであろうという関係が認められれば、えー、不作為の因果関係を肯定しますので、そうすると不作為の因果関係においては、この、えー、合理的な疑いを超える程度に確実であったと言えることが必要になります。えー、ということになりますので、えー、一応確認しておくといいと思います。 では次2番目。甲が心臓発作を起こしやすい持病を持った部位を突きそばして尻餅をつくように路上に転倒させたところを、転倒ショックで心臓発作を起こして死亡したと。で、この時に持病があることをね、甲が知り得なかった場合であっても因果関係がある。で、こちらはまあ丸になります。どうしてかというと危険の現実化の話ですよね。 客観的因果関係については危険の現実化で取りますが、客観的に存在した全ての原始的事情を基礎規定に取ります。ですから、例えば、その人が認識していく方がどうかというね、後遺者とか一般人の認識っていうのは危険の現実化では判断されません。客観的に存在した全ての事情を判断規定に取り込みますから、そうするとこの場合、客観的にもう心臓発作を起こしやすい持病を持っているということが客観的な事情としてありますから、それは心臓発作を起こしやすい人を突き飛ばせば、 それによって発作で死ぬいってみれば危険が喪失されてますよね。ですから、この心臓発作を起こしやすい持病を持っていたということを危険の現実化の中では客観的事情として判断基点取り込みますからそのような人を突き飛ばせばそのショックで心臓発作を起こすという危険が喪失されます。でそれがそのまま現実化したわけだから因果関係は肯定されるということになります。でこれはあのちなみに あの現在はね、あの判例は危険の現実仮説っていうのを取ってますから、す、え、べ、ー、ての客観的事情を判断規定に取り込んでいくから、因果関係、肯定されますが、一昔前はね、あの相当因果関係説なんてのがあって、えー、一般人の認識なんかを判断規定に取り込むなんていう学説はあったけれども、まあ、一応、判例の立場に従うとなると、危険の現実仮説ですから、す、え、べ、ー、ての客観的事情を加味することになるので、このような V が持病があることを公が知り得たかどうかということは関係ないということになります。 はい、じゃあ次は3番目、コ、は、ウ、い、が位の胸部、腹部、腰部を殴出したり足げにしたりする暴行を加えたところ、それにか、ね、耐えかねた位は、その場から逃走した際、逃げることに必死のあまり、誤って路上に転倒し、縁石に頭部を打ちつけたことによって死亡した、これはあの問題の事例としては、高速道路侵入事件を想定しているものだと思ってください。まあ、言ってみれば、コウが過酷な暴行をずっと繰り返していれば、そこから逃げ,逃げた被害者ですよね。 そこから逃げようとする被害者が適切な行動によって死亡するという危険が喪失されているわけですよね。えー、ですからここに、えー、最初の一行目にありますけれども、まあ、必要な暴行を加えれば、 そこから逃げようとして、その逃げる最中に、まあ、例えば今回、過失、誤って倒れちゃうということになりますけれども、その過酷な暴行から逃げようとして、その結果、例えば高速道路侵入事件だったら高速道路に侵入するなど、不適切な行動などがあって、それによって死亡するという危険は、この段階で喪失されてるんだよね。 この足下にする必要な暴行を加えている段階で被害者の不適切な行為によって死亡するという危険性が創出されています。で、その通りになったって考えればいいです。まあ、今回は高速道路に侵入するような、えー、なんかちょっとした不適切な行為とまでは言えないから、さらには因果関係、なお,なおさら認められそうですよね。えー、ですからこのように、えー、逃走して逃げるときに倒れてしまう危険性というものは必要な暴行を加えられればね、被害者はパニックになりますから。 必要な暴行を加えられた被害者がパニックを起こして逃げるときにこういうふうな形で死亡する危険性っていうのはこの最初の暴行段階で喪失されてますからそれが現実化したと考えればいいです。でちなみにこれはあ,のあれですね。あの論文対策で言うとこの被害者が逃げてこけちゃったことが解体事情になってるんだよね。被害者が逃げようと思って路上に転倒してこけてしまったってことが解体事情になってるけれども解体事情の異常性は高くないよね。 なぜならば、これは、公の実行行為によって誘発された側面がありますからね、公の必要な暴行によって、逃げ出そうとしてこけたっていう介在事情は誘発されたことになりますから、まあ、その実行行為の危険性は高いし、その介在事情である、逃げようとしてすっ転んじゃったっていう介在事情も、この被告人の行為、今回、皇かな、公の行為によって誘発されたものだから、実行行為の危険性は高く、そして一方で、介在事情の異常性は高くないと。 えだ、こ事情の異常性が高くないから、まあ、因果関係を肯定する方向で働くので、まあ、因果関係ありということでは、まあ、いいんじゃないか、はい。では次、4番目。はいえー、4問目については、旧泊不正の侵害を受けて、第三者の所有物を用いて相手方に反撃して、えー、損壊した。ということは、構成要件は器物損壊罪だよね。えー、この旧泊不正の侵害を受けて、第三者の所有物で器物損壊罪をやっちゃってます。まあ、今回はこの 第三者の所有物を使って相手方に反撃して、その所有物を損壊したってことになりますから、器物損壊罪に当たります。で、この時にまず結論から言います正当防衛には当たりませんからね。正当防衛は不正対正の関係ですから、旧悪不正の侵害を受けている人に対する反撃行為については正当防衛になります。ですが、今回は、この第三者の所有物が問題になってますから、とするとこれ緊急避難の問題ね。<laughs> えー、ということになりますから、えー、今回は緊急避難が成立する余地はないというか、むしろ緊急避難が成立する場面ということになります。で、これはちなみに口頭になるけれども、4番は、正当防衛と緊急避難の違いっていう意味でちゃんと説明しておくと、えー、例えば、相手方を反撃して、相手方を怪我させたっていう場合には、その傷害罪は正当防衛で違法性阻却される余地はあるからね。えー、例えば、A さん、B さんみたいな例で言うと、A さんから殴りかかってきたと。で、A さんから殴りかかってきたから、B さんの市内で反撃したと。 B さんの市内を持ち出して反撃して、A さんに怪我させたって場合には、嗅覚不正の侵害をしてきた A に対して反撃行為を行って、A に障害を負わせたわけだから、その A に対する障害罪は不正対正ですよね、まさにね。え不正対正の問題だから、そこにはあの、障害罪、A に対する障害罪は正当防衛の問題。でも、その時同時に、B の市内でバコンってやってて、B の市内壊しちゃったら、B の市内に対する器物損壊があるわけですよ。で,でも、これ B ってのは不正な存在じゃないでしょ。 えー、B というのはとりあえずなんか市内の所有者ですから、えー、別に不正な存在ではないから、生態性の問題になるんですよ。生態性,性の問題になるときには緊急避難になるよね。えー、ですから、これ、緊急避難の要件を満たしていれば、器、えー、物損壊罪は違法性が阻却されるということになりますよね。まあ、現在の避難を避けるために、えー、やむを得ずにした行為にあたって、でかつ法益考領,領が満たされているということであれば、緊急避難になるね。はい、じゃあ次、5番目。 えー、5番は、こうは、オツら数名の男によって監禁されました。はい、監禁されて2週間後、えー、たまたま見張りがオツ1人になったので、えー、監禁場所から脱出するため、えー、オツの顔面を1回殴打ーーして、オツがひるんで、えー、その隙に逃げました。えー、この場合、こうに正当防衛が成立するかという問題です。ちなみに結論は成立するんだけど、問題の主材気づきましたかね。ひる不正の侵害って2週間経っても言えんのって話です、えー。ですが、監禁罪っていうのは、まあ、これ、監禁行為だよね。 監禁行為っていうのは、これは、ずっと違法状態が続きます。えー、まあ、言ってみれば、監禁されているのが2週間であれば、2週間の間、ずっと、嗅白不正の侵害が続いていると考えられますから、えー、もちろん、これ、監禁されてから2週間経った後でも、監禁が継続しているならば、その監禁の継続中は、嗅白不正の侵害がありますので、えー、それに対して、監禁者であるオツ殴ってますから、えー、嗅白不正の侵害に対する反撃行為ってことになりますので、えー、正当防衛は普通に整理します。では、次の6番。 はい事故に対してナイフを示して脅している相手方に対してはいもっぱら攻撃意識でやってますはいえー、もっぱら攻撃の意識で暴行に及んだ場合には正当防衛が成立する余地はないのねえー、なんか余地はないだからなんかねもうあるんじゃねみたいな感じで考えちゃうところですがあの防衛の意識しかないあごめんなさいえー、もっぱら攻撃の意識ってことは防衛の意識書いてます。 で判例上は、正当防衛っていうのは防衛するためっていうのは防衛の意思が必要なので、ちょっと口頭になりますけど、攻撃意思と防衛意思が併存しているだったら別にいいんですよ。攻撃意思と防衛意思が併存,存している場合でも、防衛の意思というのはどんな定義だったかというと、急迫不正の侵害を認識しつつ、それを避けようとする単純な心理状態っていうのが防衛の意思でしょ。 ですから攻撃意思と混ざってても防衛の意思は否定されないんだけど今回はもっぱらなんで防衛意思が全くありませんしたがって正当防衛が成立することはありえないということになるかなという感じで解いていけばいいでしょう、はい、次の7番、はい、現在の避難の発生原因は人の行為に限らず自然,自然災害動物も入るこちら丸です、えー、と一応口頭ですが確認しておきます不不正正ののの侵侵害害はは人のみですいう正当防衛は 念のため、解釈論を示しておくと、嗅覚不正の不正というのは違法なんですよ。嗅、え、覚、ー、不正の侵害の不正というのは違法なものだから、違法なのというのは基本的に人しかできないとされているので、正当防衛は人,に対す人の侵害行為に対する反撃なんです。ですが、緊急避難の場合には、現在の避難というのは別に人の行為に限られたものではないので、えー、例えば自然災害とか動物なんていうのに対しても、緊急避難はありえるということになります。では次8番 はい、え、こうは、オツが保険金を騙し取るのを協力する目的で、え、え、オツの右手の親指を包丁で切断した、え、この時点で、まあ、傷害罪になってますよね。え、傷害罪になっていますけれども、え、あらかじめオツが承諾をし危ない。あらかじめオツが、こうに対して承諾をしていたという場合、同罪は成立しないということですが、これ、二重に間違ってますね。え、まず、そもそも論として、あの、被害者の承諾による傷害罪は、違法性の問題です。 ですから、そもそも構成要件の問題としては、もう障害罪ですよ、やってることは。で、えー、この同意によって違法性が阻却されるかって問題だよね、障害罪はね。で、同意によって違法性が阻却されるかって問題だから、そもそも構成要件の問題にしていることが間違ってるし、あと判例上、この手の指詰め事例ね。保険金詐欺とか指詰めっていうのは、社会的相当性逸脱してるから、違法性阻却されることないからね。 えになりますから、まあ、そもそも問題としては、障害罪の構成要件の問題だということもおかしいし、えー、同罪が成立しないという結論もおかしいので、まあ、ここはもう二重に違います、えー、まあすごい正しい回答をするならば、えー、いわゆる同意障害というのは違法性阻却の問題で、かつ社会的相当性を逸脱する行為については違法性阻却はないから、えー、障害罪が成立するというのが一応8番ということです。 はい、9番、えー、公は知人おつから、えー、生活が苦しく刑務所に入りたいので、えー、私から落とされたってことにして告訴してくれという形で、これは虚偽告訴罪という犯罪になります。えー、告訴する事実がないにもかかわらず、嘘の告訴をでっち上げれば虚偽告訴になります。ただ、今回はおつの承諾を得て告訴しています。ということは、おつの承諾を得てるから、まあ、違法性が阻却されるかみたいな話ですが、ただ、これはあの記述の方でも出してるんですが、気をつけてほしいのは、 あの、違法性阻却ができるのは、個人法益だけで。ですから、あの、基本的には、これ、虚偽国素材って国家法益なんで、例えば、もう一つ、社会法益の、例えば、放火とか、偽造とかね。社会的法益の放火偽造とか、国家法益のこういう虚偽国土とか偽証とか、ま、あとは公務執行妨害とかもそうかな。そういったものについては、そもそも個人が同意することできませんからね。なので、この、キーワードになってくるのは、この虚偽国素材って何かって国家法益なんですよね。 えー、国家的法益に当たると。ということは、個人による承諾はそもそもできないと。<laughs> えー、そもそもできませんので、えー、虚偽告訴罪が成立しないということはありえません。普通に虚偽告訴罪成立します。でちなみにこれはあの今日は解説の中でしっかりね、完結していきたいところもあるので、あのいわゆる被害者の承諾については、違法性阻却されるのはほぼ傷害罪のみあのどううしてかっていうとい理由はあって 社会法益国家法益はそもそも法益放棄できないからね。えー、個人によって社会法益とか国家法益っていうのは放棄できないよね。で、個人法益の場合、ほとんどの場合、構成要件否定されるんですよ。例えば、同意がある住居侵入っていうのは侵入じゃないから。そもそもね、あのね、真意なる同意があって、えー、入ってくださいって言って承諾を与えてれば、それはそもそも侵入じゃないから構成要件否定されるし、例えば、同意のある窃盗ってありえないでしょ。同意のある窃盗っていうのはそもそも摂取じゃないんですよね。 なので、通常は社会法益、国家法益については同意ができないから、そもそも、えー、法益法規がない。し、個人法益の場合も、ほとんどの場合、公正要件否定されます。えー、先ほど言った通り、えー、同意のある侵入は侵入じゃないし、えー、同意のある窃盗は摂取じゃないし。はあともう一つ、えー、公正要件でこう否定されるか、あとは罪名変わるんですよね。承諾殺人罪に変わるとかね。 殺人罪に長女承諾を与えれば承諾殺人みたいにえ基本的には、えー、構成要件レベルで、えー、変動してきます。なのであの承諾があって違法性が阻却されるのはほぼ障害のみ。なので、えー、障害以外でこの違法性阻却の議論が出てきたらちょっと怪しいなというのは担当対策でもやっておくといいかな。はい、じゃあ10番。<coughs> 今度は、こうはパチンコ店の従業員、オツが運搬していた同店の売上金の入ったカバンを合取するため、オツの後方からオツの頭を狙って拳銃を発射しました、まあ、とりあえず、まあ、強盗殺人ですかね、強盗殺人の実行行為をやったところ、弾丸は肩を貫通して、こうが認識していなかった通行人兵の腹部に命中した。ということは、これ、判例覚えてますかね、新宿秒打銃事件ですよね。いわゆる具体的事実の錯誤、構成要件レベルで符号していれば、行為は肯定されますから。 今回は人の頭を撃つという認識で通行人に行っちゃってる。まあ、これ頭でやる必要もないよね。人を撃つっていう認識で人が撃たれてますから。ということは、兵に対する恋は否定されません。したがって、オツに対してまずえ、オツに対しては実際頭を狙って肩を貫通させちゃってますから、まあ、まあ、通常は強盗殺人未遂になるよね。え強盗殺人未遂になって、兵に対しても同じように強盗殺人未遂ね。 えーまあ、基本的には、これは法定的符号説ってやつです、えー。構成要件の範囲内で符号していればいいですから、人を撃つっていう認識のもとで、えー、今回は兵に当たってますから、えー、そうすれば、人という限度で符号してますよね。えー、これは撃つと兵、えー、と,、えー、とってことになってますけれども、えー、人という限度で符号していますから、えー、それぞれ成立して、かつこれ、判例上、数公違反説ですよね。 えー、オツに対する強盗殺人未遂と、兵に対する強盗殺人未遂が、えー、それぞれ成立して、両者は関連的競合になります。えー、従って、えー、この10番の通りということになります、えー。ちょっと忘れてる方は、新宿病田中事件ね、えー、いわゆる具体的事実の作法、具体的事実の作法、えー、の,の処理を、まあ、確認しておけばいいかなというところです。はい、11番は,いえー、公はオツから、えー、オツが摂取してきた金属類を オツが盗んできたものかもしれないと思いながらあえて買い取った盗品優勝を譲り受け罪の故が認められるかつまり盗品かどうかについては確定的な認識はないんですよね盗んできたものかもしれないという認識にとどまりますがこれは大丈夫ね故は密室的故も入りますそうかもしれないけれどもそれでいいと思えばそれは故がありますからねですからこれ盗品性については密室の故あります えー、まあ、密室的行為が今回はありますよね。えー、盗んだも盗んできたものかもしれないけれども、それでいいやって言って、えー、思いながらあえて買い取っているので、密室の行為否定されませんので、回答を丸です。<laughs> はい、十二番はい。えー、共同正犯は、えー、過失犯には適用されない。これ、判例がありましたよね。過失犯の共同正犯、判例肯定してます、えー。キーワードだけ確認します。えー、共同の注意義務より共同で違反した時です、えー。なんかあれだよね、あの。 なんかあのトンネルかなんかで、なんか、なんか、松明をみんなで消し忘れちゃったみたいな判例が有名どころですかね、あの共同の自由義務に共同で違反したって認められる場合には、え過失犯の共同正犯っていうのは、えー、認めてますからね、判例ねで特にこれはあの口頭になるけれども、あの実務上というかで、ね、も争いないところなんだけど、過失っていうのは、これまずね、医師の連絡を要件としているとか書いてあるけど、過失っていうのは、新、えー、過失論だと客観的注意義務違反だからね。 あの過失というのはあの心の緩みみたいな主観的なもんじゃないからね。えー、まあ現在、判例通説、実務が取っている新過失論というのは、過失とは主観的なものではなくて客観的な注意義務違反だから、このようにみんなで注意義務違反やれば、過失案の共同性はなるからね。えー、なので、キーワードはえー共同の注意義務に共同で違反したと認められる事情があれば、判例上認めてる、はいじゃあ次です。はい、13番、過失案の成立に必要な結果発生の予見可能性。えー、これについては 的一般あごめん内容の特定しない一般的、抽象的な器具感で足りる。はいえー、これは×だよね。えー、一応、これ学説によっては、こういう器具関節というのはあるんですよね、えー。学説によっては器具関節とか、心身過失論と呼ばれるもので、えー、この過失犯の予見可能性というのは、一般的な器具感で足りるなんていうような学説はあるけど、判例はそう考えてないからね。えー、どういうふうに言われてるかというと、忘れてる方は、北大電気メス事件です。えー 結果と因果経過の基本的部分の予見可能性が必要ってやつです。えー、つまり、その行った過失行為によって、まあ過失行為っていうのが客観的な中意見犯ってことになるけれども、その、その結果の発生だよね、えー。結果の発生と因果経過の基本的部分についての予見可能性は必要としてますから、そうするとこのような一般的、抽象的なものでは足りません。ので、えー、基本的部分の予見は必要っていうのはキーワードね。 じゃあ14番 <laughs>、はい。X が A を川の中に突き落とそうとして溺死させようと思って、えー、これ、橋の側端に立っていた A を突き飛ばした。ところ、落下する途中で橋桁に頭をぶつけて即死した。はい、えー、これ、問題の取材は因果関係の錯誤です。えー、客観的には橋桁に頭を打って死んじゃった。主観的には溺死させようと思ってた。ということは、その人の思っている因果経過に錯誤があるという、いわゆる因果関係の錯誤ですが、判例は因果関係の錯誤は行為を阻却しません。いいですよね。 え因果関係の錯誤は故意を阻却しないっていうのが判例なので、そのまま、えー、殺人規死罪を認めちゃっていいです。もしこれ、あの、<laughs> が阻却されるんだったらね、えー、犯罪の成否影響しますけれども、えー、今回14番で起こってるのは因果関係の錯誤なんで、もう故意を阻却しないっていうところを押さえればいいでしょう。はい、じゃあ15番いきます。はい、えー、公がオツに対して A をナイフで脅して、A から金品合致するように強打しました。 で強さしたところ、よし、殺してやるぞというふうに思あ、まあ、ごめんなさい、強盗するぞって思ったわけだね、すみませんでした。ね、A をナイフで脅して、A から金品を合取するように、こうが、オツに対して強さしたところ、オツは決意して脅したんだけど、オツがなんかいきなり強盗殺人やりやがったっいう感じですよね。<laughs> A の腹部をナイフで刺して、A に障害を負わせて、A から金品を合取したところ、A を殺害するには至らなかった。でまずこれ、確認していきましょう。えコウまず最初 オツに成立する犯罪は、これは強盗殺人未遂罪だよね。え、オツに成立する犯罪は、もう強盗殺人をやろうとしてますから、殺意抱いてナイフブサッと刺して、で、死ななかったってことは殺人が未遂に終わってますから、えー、これはオツは強盗殺人未遂罪。じゃあ、こうはどうなるかっていうと、殺人については強さしていませんから、これ覚えてますかね部分的犯罪共同説ってやつです。 公正要件の実質的重なり合いの限度で軽い罪というふうに考えていきますから、そうすると公が、こが、ごめん、オツが行ったのは、乙 <laughs> が行ったのは強盗殺人未遂。で、えオツが、ごめん、オツか、ごめんなさい直す、言い直します。えっ、ー、と、乙が実行行為者ね。え、オツが行ったのは強盗殺人未遂ですよね。で、こが強さしたのは、あくまでも強盗の強さでしょ。ということは、公正要件の実質的重なり合いの認められる限度で、え強盗罪の強さ犯が成立するというのがまず5で。 ここまではあってそうなんですが、ただ、この人、怪我さしてますから、強盗致傷罪の結果的課長犯には上がります。従ってえ、強盗罪の強盗犯ではなくて、あくまでも確かに基本犯は強盗罪です。基本犯は強盗罪です。<laughs> もう一回言うと,、えっと、実行行為者のオツは強盗殺人未遂やってます。で、コが強殺したのは強盗罪にとどまります。 したがって、原則としては、この強盗殺人未遂と強盗罪の構成要件の自主的重なり合いの限度で、強査犯が成立するから、あのうに成立するのは強盗罪の強査なんですで。ただし、強盗罪の強査の上、人を怪我させたって点は変わりませんから、そうすると結果的課長犯は普通に成立するでしょ。なので、強盗致傷罪の強査犯にはなります。したがって、答えはそこが違うと、えー。これ、強盗致傷罪。 ちょっと細かい、細かくはねえか。えー、細かい話ではなくて、えー、まあ、しっかり押えたいとこかな。あの、少なくとも、あの、えー、強した内容、例えば A 罪の強化をして B 罪やっちゃったってケースでしょ、要は。A 罪を強化して B 罪やっちゃったってときには、A 罪と B 罪の構成要件の実質的課される限度で構成あの、強査が成立するからね。 だから今回は強盗罪と強盗殺人だから、まあ、重なり合っている強盗罪の限度で強さになるんだけどただ結果的課過剰犯としての強盗致傷には上がります。なんでそこを忘れないように、ね、しておきましょう。はいじゃあ6番。 はい、犯行時に成年に達していても、犯行時の知能程度が12歳であった場合には、41条が重要される、んなことないよ、えー。ということですねあの、刑事責任については完全に14歳でびっちり切られますから、その人の知能程度が12歳だったかどうかとか、何の関係もありません。えー、もう14歳に満たない場合には、14歳に達しなければ、刑事未成年で責任が阻却されるっていうだけの話なので、えー、その人の個別具体的な知能は関係なし。 はい。じゃあ、17番いきましょう。えー、犯行時に、えー、ぜひの、えー、ごめんなさい。物事の、えー、ぜひ全悪を弁識する能力が著しく減退していても、行動制御能力が十分にたたた保たれていれば、えー、完全責任能力が認められることがある。まず、これはもうツになります。で、最初にこれ、口頭でちょっと触れておくとですね、えー、あの、一般的に心身交弱は、ぜひ弁識能力が減退している。 または行動制御能力が限界しているのいずれかです、えー。ということですから、今回の問題では、物事の是非弁識能力が著しく限界している時点で、心身交弱になります。いいですね。あの、要は、またはの関係なんですよ。この、もう一台、もう一回言いますけれども、<laughs> まあ、いわゆるこれ心身喪失だったらない場合だよね。心身喪失ってのはない場合。 心身耗弱というのは著しく減退している場合ということだけれども、基本的には心身喪失、心身耗弱というのは、まあ、今回、心身耗弱だから、耗弱の例でいうとね、ぜひ善悪の判断、つまりぜひ弁識能力が著しく減退している、または行動制御能力が著しく減退している場合に心身耗弱になります。したがって、この17番にあるとおり、ぜひ弁識能力が著しく減退していたということをもって、その時点で心身耗弱になります。 これ、またはの関係だから。従って、えー、完全責任能力が認められることはないということです。心神耗弱状態ということになります。はい、18番。はいえー、重要も判例ですね、これね、えー。裁判所は責任能力の有無程度について、専門家たる精神医学者の意見を十分に尊重して判定すべき。ここは合ってます。判定すべきであるから、精神鑑定の意見の一部だけを採用することは許されない。えー、これは間違い。 えー、ど,どうしてかというと、これ、あの、回答例の方のね、えー、もう確認してほしいんだけど、基本的には、責任能力の判断は法律判断です。えー、ですから、裁判所がですね、法の適用解釈の問題として、えー、心身喪失なのか、心身耗弱なのかといったような、えー、責任能力は判断しますから、これは裁判所が独自に判断するので、官邸家の意見というのは、ね、拘束されません。従って、あの、もちろんここに書いてある通り、十分尊重すべきとはされてるのよ。やっぱり、あの、専門だから、それはね。 あの言ってみれば専門家っていうものがいるわけだから、その専門家の意見っていうのは十分に尊重すべきだけれども、専門家の鑑定意見については、裁判所は拘束されませんので、え独自に法律判断として、責任能力を判断します。したがって、このようにえ、精神鑑定の一部だけを採用することも、法律判断の一環として行えば別に許されますからね、えつまり裁判所がえこの精神鑑定の一部分は信用できる。 だからこの部分だけ採用するっていうことも、それは裁判所独自の判断として行うことができますということでね。なんで18番にちょっと肝だけ言っておくと、基本的にはその精神鑑定の結果とか、この責任能力の判断っていうのは、あくまでも裁判所が判断すること、法律判断としてね。裁判所が法律判断としてやることだから、基本的には鑑定家の意見とかそういったものには拘束されず、裁判所は独自に責任能力判断できます。でただし、 十分に尊重すべきだよととはされて,るっていいるうこと、えー、なので、一応前半の十分尊重すべきだよというところは確かに事実としてはあるんだけれども、えー、講談が間違っているということになるわけですね。はい、じゃあ次の19番いきましょう。<coughs> は,い、公は事故が居住する建物に付した、はい、火災保険の保険金を保険会社から騙しも取る目的で放火したが、保険金請求するに至らなかった詐欺未遂罪は成立しない。まず結論は丸です、えー。これはもう判例の立場を抑えてますからね、えー、保険金詐欺の実行の着手は保険金請求した時点です。えー、つまり、公正要件的結果発生の現実的形成を含む行為っていうのは、詐欺罪は欺むく行為をやったときです、えー。詐欺罪は欺むく行為で実行の着手を認めますから、そうすると保険金請求時点というのが判例だよね。 なので保険金請求していないということは実行の着手まだありませんので、今回は詐欺未遂罪にならんということになります。はい、では、19番、20番ごめんなさい、こ、は、う、い、は他人が居住する建物に放火することを企て、30分ごとに、30分後に発火して、導火剤を経て、同建物に火が燃え移るように設定した、時限発火装置を建物に設置した。 ちなみにこれ予備試験の論文でも似たようなものが出ていますが、一般的に成功な次元発火装置というのは、その時間が来るとほぼ確実に発火しますから、機械を設置した時点で実行の着手ありです。えー、これはまあ設置場所とかにもよるけどね、えー、設置場所とか機械の成功さとかにもよるけれども、まあ、この問題の20番見る限り、それなりにちゃんとした成功なものだよね。えー、30分後に発火して、火が燃え移るように設定されたそういう機械を設置した時点で、えー、まあやっぱり実行の着手ありです。 したがって、この設定時刻到来前に発覚して、発火しなかったとしても、えー、未遂罪になるというのが判例になります。まあ、やっぱりどの段階で危険性が高いかだよね。次元発火装置をどう建物に設置した時点で、まあ、一応、えー、実行の着手ですね、放火の実行の着手はありというふうに書かれていると、えー。放火の実行の着手は一応認めますよというのが一応、<laughs> 判例です。したがって、えー、未遂罪になりますということですね。 では次、21番いきます。えー、21番は、えーまあ、有名どころですよね。えー、甲が生活費欲したから強盗を計画し、12歳の長男、オツに対し、あスナックママ事件やねって話ですかね、えーえー。V から現金を同うに指示した。で、オツは、えー、甲の指示に従って、えー、このように刃物を突きつけて現金を合手した <laughs> ということですよね。で、この時に乙、オツがぜひ全額の判断能力を有していたか、甲の指示により意思を抑圧されていたかにかかわらず、間接案が成立する。これがまず間違い。 えとちなみに刑事未成年者を使った、うん、犯罪で有名な判例は、お遍路事件とスナックママ事件ですよね。でお遍路事件というのは、意思抑圧してたんですよね。えーまあ、12歳の女の子に対して、犯行するたびにドライバーで顔ぐりぐりやったりとか、犯行するたびにライターで顔をあぶったりして、意思を抑圧した状態で道具として再い銭泥棒を繰り返させたで、このように意思を抑圧しているような、そういうような、えー、未成年者を使っている場合には、えー、もはや道具ですよね。 えーまあ、例えば、ぜ、ま、ひ、あ、弁識能力が全くないというケースももちろんありえるとは思うけれども、例えばぜひ弁,弁識能力があったとしても、犯行抑圧状態、意思を抑圧されている状態ならば、もはやそれはお母さんの道具になってますから、その時にはそれは間接性犯になりえるわけですよね。でただ、あのまあ、今回の問題のようにあの、このスナックママみたいに、犯 <laughs> 行抑圧されてなくて、自分の判断で V が強盗を行ったごめん、オツが強盗を行った場合には、共謀共同性犯になるよね。 ですから、この間接違反が成立するというのは間違いです。えー、と一応念のため、<coughs> あのー、2つの判例を確認しておいて、ね、えー、いわゆるお遍路事件というのは、もう医師が抑圧されているような状態に追い込んだ上で、再い泥棒をさせていて、それは間接違反の問題。で、えー、スナック強盗事件、スナックママ事件は、12歳の長男に強盗するように言ったところ、長男がもうノリノリになっちゃって自分で、自分でなんかアドリブ聴かせながら強盗やっちゃったっていう場合ですよね。 この場合には犯行抑圧とか医師の抑圧はないわけですよね。えー、そういう場合には、えー、このお母さんであるうまあ、これは事案はお母さんだったわけですけれども、えーまあ、このうというのには、えー、共謀共同正犯が成立すると。まあ、いうのが判例だよねあの。通常こういうふうに息子に対して生活保欲しさから強盗計画しているということはうの正犯者もあるからね。う、えーまあ、というのは生活費欲しさからやってるから、動機としても生活費の欲しさ。そして具体的な指示も出してますよね。えー、ですから、 この公というのは、自らの生活に欲しさという動機で、自分の支配下にある子どもに指示を出して、犯行の指南役として、このような犯行の具体的指示を出しているということを考えると、この強盗事件に関しては、お母さんである公というのは正犯者ありますから、共謀共同正犯が成立するということになるわけで、すねここはしっかりと論文なんかでも聞かれるところなんで、確認しておきましょう。で次に22番、公はオツに X に対して暴行脅迫を用いて、自殺するように必要に要求し、 要求に応じて、崖から海に飛び込んで自殺するしかないとの精神状態に陥らせて、X を崖から海に飛び込ませて死亡させた。これも有名判例ですね、ホスト殺人事件、まあ、ホスト殺事件ってやつですね、あの確か5億円ぐらいの保険金をかけて、なんか海に飛び込むように、まあ、ホストの被告人が、その海に飛び込むように必要に言って、でそれで、まあ、被害者の人はもう飛び込むしかないって観念して飛び込んで逃げ出したってやつです。で、この時判例はなんて言ってるかっていうと、 これ殺人の行為だって言ってますよね、えー、つまり、被害者自身を利用した間接制覇みたいなものなんですよ。もう完全に、もう海に飛び込むしかないっていう決意をするしかない状態に追い込まれてたわけですね。でまあ、海に飛び込むしかもうないっていうふうな状態に精神的に追い込まれてる人に対して、海に飛び込ませることは、被害者自身を、自分自身を利用した、もはや殺人なんだと、まあ、いうふうに判例は言ってますから、まあ、今回ここうに、この公に X に対する殺人は成立しないというのが間違いです。で一応判例ではね あのこのホスト殺事件では、<coughs> ホスト殺事,事件では判例は、間接違反という葉を使ってないけど、一般的には被害者自身を使った殺人の間接違反です。えー、被害者自身をまあ利用して、道具として利用して、被害者を殺すという,、ねえー、いうふうに考えていて、一応、殺人罪を判例認めているね。では23番えー今度は はい、えー、これ、お辺の事件ですよね。日頃から暴行を加えて事故の意のままに従わせて万引きをさせていた12歳の実施 X に対して、えー、これまでと同様に万引きを免れて実行させたで。今回はこのように、ぜひ、えー、善悪の判断能力を有するとしてもですね、もう完全に意思が抑圧されてますから、えー、間接制犯になりますからね、えー。キーワードはここです。日頃から暴行を加えて事故の意のままに従わせて万引きをさせていたということですから、もう完全に道具性はありますよね。<laughs> 道具としての支配はもう十分ありますから、はい、まあ自然、まあ、これは必然的に間接違反になるでしょうということですね。こ、ま、う、あの制範意志があることは間違いないでしょう。甲が、ね、やっぱり自分の意の意ままに この子供ですかね、X を自分の意のままに命じて、まあ、言ってみれば暴行を加えて、ね、意の,のままに従わせて万引きをさせているということについては、う自身の性犯意思はあると思われますから、もうということはうは自分の犯罪を実現する意思で、X を道具として一方的に利用して窃盗罪をやらせていますから、窃盗罪の間接制犯になるという感じでいいと思います。では次に24番 公がオツに A 型に侵入して、金品を接種するよう強さして犯行を決意させました。まあ、ここまではいいやね、えー。とりあえずはまあ、えっ、ー、と、決意させた。でも、オツは A 型と誤認して B 型に入っちゃったと。ということは、これ、具体的事実の策語だよね。つまり、A に対する住居侵入窃盗の強さをしたところ、B に対する住居侵入窃盗をしちゃったっていうことですよね。ということは、これ、具体的事実の策語ですから、構成要件の限度で符号していればいいですから、人の家に入って人の財物取ってますよね。 ということは別に A 型であろうが B 型であろうが、構成要件の限度で符合してますから、故意は阻却されません。えー、したがって、B 型に対する住居侵入罪と窃盗罪の強査犯は普通に成立しますということですね。えー、24番、バッテです <coughs> あの。確認ですけど、これ具体的事実の策法の応用ね。要するに A 型に住居侵入窃盗をするように強査したら、客観的には B 型に住居侵入窃盗をしちゃったということですから、別にそれは。 あの人の住居に侵入するえ、人の財物を摂取するという構成要件の限度で符合してますから、えそれは行為は阻却されませんからね。<laughs> では次です。はいえー、と25番、えー、65条の身分についてです。えー、一定の犯罪行為に関する <laughs> 犯人の人的関係である特殊の地位または状態すべてを使用するものである。 じゃあ、責任能力のある人が、責任あ、ごめんなさい、責任能力のある者が刑事未成年者を強さして犯罪を行わせた場合、同条が適用される。えー、まず結論は×。責任能力は身分じゃないからね。えー、責任能力は責任能力ですからね。えー、ですからあの、これも単純に責任能力っていうのは普通に責任能力ですから、あのもう身分とはやっぱり別なものと考えられてますので、えー、このように65条の適用というのはありません。<laughs> で次、26番。 こ,こからは格論です障害罪は他人の身体の生理的機能を毀損する犯罪である、ここまでは合ってますね。えー、まあ言ってみれば障障害害害罪におけるるというのは生理的機能を害することですですから、精神疾患の一種である、いわゆる PTSD については、障害罪が成立することはない、PTSD も立派な障害ですからね、えー、まあここにもある通り、このような精神的機能の障害であっても、人の生理的機能は害してますから、えー、まあこれも罰ということになりますよね。 えとちなみに判例上、有名なのが騒音おばさん事件ですよね、えーまあ、必要にあの目覚まし時計のアラームとか、布団たたく音とかを出して、それで、まあ、臨時に対して、えー、いわゆる PTSD とか睡眠障害を発生させたということに対して、えー、障害罪、えーまあ、あるいは無形的方法による障害ですけどね、えー、無形的方法による障害の例ではありますけれども、そのような PTSD を発症させた、睡眠障害を発生させたという場合でも、えー、人の生理的機能を害しているから、障害罪になっているよというのが判例ですから、まあ、これはもちろん罰ということになりますね。 じゃあ次27番。はい。15歳の者に対して、その者を現に看護するものであることの影響力をもって常時でわいせつな行為をした場合。これ近似に作られたあの、いわゆる看護者わいせつ罪ってやね。で、看護者わいせつ罪のポイントはどこかっていうと、暴行、脅迫いらないんだよね。あの、いわゆる、あの、看護者であることの影響力に常時でわいせつ行為や、まあ、看護者わいせつというのはわいせつ行為を行う場合。 で看護者性交とかになると、まあ、看護者であることを乗じて、まあ、性交行為を行った場合なんかが、この看護者系の,あの性犯罪ですよね。で、看護者系の性犯罪については、えー、繰り返しますが、暴行脅迫がなくても成立します。これはもう、看護者わいせつの特性だよね。もともと暴行脅迫を振るわなくても、看護者であることの影響力を乗じて、わいせつ行為や性交行為を行うということの特性があります、えー。念のため、条文不安な方は179条にあります。えー、179条で、 看護者わいせつ罪というのが一応あります。でちなみに、看護者わいせつ罪の構成要件念のため言っておくと、18歳未満の者のに対して行うと成立します。18歳未満の者のに対して、看護者であることの影響力に乗じて、わいせつ行為を行った場合に、看護者わいせつ。成功行為が行えば、看護者が成功ということになりますので、まあ、ここはちょっと、さらっと見といてください。<laughs> はい、じゃあ28番。 はい、強盗の意図を非して、えー、こんばんはといったところ、来客と勘違いして、お入りくださいと言いました、えー、住居侵入罪が成立する、はい、しますね、えーと。理屈としては、この承諾無効です。えいや重大な死因に沿わない、えー、承諾ですよね、えー。だから言ってみれば、これ、本来だったら、承諾があれば住居侵入にならないんですよね、えー。本来は承諾っていうのは、ごめんなさい、えー、住居侵入罪における侵入っていうのは、管理権者の意思に反する立ち入りですから、えー、そうすると、まあ、 えー、住居権者の承諾があれば、本来は侵入には当たらないんだけれども、このように強盗であることを非しているということであれば、この承諾の過程に重大な瑕疵がありますから、承諾無効です。したがって、えー、住居侵入罪になりますよね。うんはい、じゃあ次の29番、まあ、住居侵入に関する有名判例ですよね。えー、これ、ATM の出張所、えー、銀行の ATM の、えー、機械が置いてあるところ、でこれは、はい、キャッシュカードの暗証番号を盗撮する目的で立ち入った場合には、建造物侵入罪になりますよね。 でこれは一応、判例の立場、しっかり、えー、押さえておきましょう。あのまあ、これ、学説ではこの平穏な対応っていうね、いうのも学説としてはあるけれども、判例が考えているのは、管理権者の意思に反する立ち入りはすべて侵入です。ですから、えー、キャッシュカードの盗撮目的だって分かれば、管理権者である銀行はおよそ認めませんから、えー、そこに立ち入ることということは、まあ、言ってみれば、管理権者の目次的意思に反してるんだよね。えー、も,もし仮ににこのように えー、お客さんのキャッシュカードの暗証番号を盗撮する目的だということを知っていたならば、えー、ATM の管理者はその人の立ち入り認めませんから。ということは、そのような場合に立ち入る行為っていうのは、えー、管理権者のまあ目次的な意思に反する立ち入りと評価できますから、えー、仮にこれ、平穏な対応であったとしてもダメですよ。平穏な対応であったとしても、その住居侵入罪の保護法益っていうのは、新管理建設ですよね、新住居建設って呼ばれるやつ。えー、住居侵入罪のの保護法益っていうのはその 管理権者が誰で立ち入らせるかっていう意思決定っていうね、新住居検定っていうのが住居新入罪の保護法益ですから、そうすると侵入というのは別に平穏かどうか関係ないんですよね。管理権者の意思に反する立ち入り、それは合理,的な合理的に推認される意思も含めてね、合理的に推認される意思も含めて管理権者の意思に反する立ち入りっていうのが侵入ですから、これはダメとてことですよね。 え他にも例えばあれですよね、郵便局内にビラとかポスターを貼る目的で立ち入るとかね、本当のことを知ったら入るなっていう,うに決まってんじゃんみたいな、そういったあとビラ巻き目的での、例えば共用部分への立ち入りとかね、そういったものもすべて平穏な対応であったとしても、これは管理権者の意思,に意思に反する立ち入りに含まれますから、侵入になります。ということで、これは以上ですね。 で30番、えー、これ条文の問題。死者であっても、えー、外部的名誉を保護することには変わりはないので、死者の名誉の既存があった場合には、真偽に関わらず名誉既存が成立する、まあ。これはまず罰、えー。まず確認します。えー、条文としては230条の2項です、えーと。死者に対する名誉既存は、真実じゃない場合のみです。あの生きている人の名誉既存は、神秘に関わりません、えー。公然と事実を適時して名誉を既存すれば、 それは真実かどうかに関わらず、生きてる人に対する名誉毀損は、事実の神秘は関係ありません。えー、つまり、真実であろうが虚偽であろうが、公然と事実を適時して名誉を毀損すれば名誉毀損罪なんですよ。生きてる人は。ただ、死者はそうじゃないんですよ。死者の場合には、虚偽だった場合のみです。えー、虚偽の、要するに事実を適時した場合のみ成立しますので、えー、ちょっとこれは要注意です。一応 CF で書いておくと、 生きてる人の場合は確かにそうなんですよ。審議に関わらずなんです。230条1項って書きましたけれども、まあ、生きてる人に対する名誉毀損は事実の神秘は関係ありませんが、死者に対する名誉毀損ですから、えー、虚偽だった場合に限られるということになります。はい、じゃあ次31番。まあ、これも論文っぽいね。特定少数人に対して名誉毀損する事実を適時した場合、拡散する可能性があれば、それは公然になります。あのこれ、電波可能性の理論ちゅうんですね。 えーまあ、言ってみれば、特定の少数の人に対してだったら、あの名誉毀損にならないだろうというふうに考えられなくはないんですが、えー、条文でいうと、あれでしょ、公然とっていうところです。えー、この公然っていうのは、あの言ってみれば、電波可能性があれば全部公然になるからね。まあ、よく典型的なもので言うと、例えば新聞記者に対してリークするっていうのは名誉毀損ね。あの新聞記者1人に対して言っても、その新聞記者がスピーカーになりますから。 いいですね、その新聞記者1人に対して、そういうなんか事実を適時したとしても、その新聞記者が基地で書いてバーっとばらまいちゃえば、当然、電波していきますので、そういうまあ電波可能性がある限りにおいては公然になります。したがって、この拡散する可能性があった場合には、特定少数字に対する適時であっても、名誉毀損になるってことねはい、じゃあ32番、<coughs> まあ、有名どこですかね、送金銀行の手違いで自己名義の預金口座に誤って入金されたことを知った、まあ、いわゆる誤振り込みです。 でこれを自分の模様にしようと考え、キャッシュカードで ATM から下ろしています。ということは、これ、ご振り込みの問題としては、まあ、典型的なものは窓口でやれば詐欺罪ですよね。ご振り込みがあったことを隠して、窓口で郵便局員じゃない、銀行の係員を欺いて、ご振り込みがあったことを隠して、窓口に行ってで、係員を欺いて払い戻しを受ければ、これは一向詐欺罪です。ですが、今回 ATM ですよね。 で機械に対しては詐欺罪ができません。で、判例はどう考えているかって言って、ATM から、まあ、不正にお金を抜き取る行為は窃盗罪としてますよね。えー、これはなんでかって言ったら、あの、銀行の専有の意思に反して移転させてるからです。その銀行の ATM の管理する銀行だよね。その意思に反して、お金を引き出すってことになりますから、この ATM 使って引き出した行為は、窃盗罪の問題になりますので、えー、回答罰ということですね。結構バツが続く感じですが、一応、えー、窃盗罪になります。 では次です。えー、33番、まあ、いい問題ですね、これね、えー。民家で火災が発生し、消火活動に参加した者が、1人暮らしだった住人の焼死体についていた金のネックレスを発見して、自分のものにしようと考え、これを取り外して持ち去った行為、えー、これに窃盗罪が成立するかですが、えー、結論は窃盗罪にはなりません。えー、結論としては、これ、占有離脱物横領です、えー。なぜかっていったら、死者には占有はありませんからね。えー、で、特にこれ、判例上重要なのはこれ、 例えば、ある人を殺して、殺した後に事後的に脱出意思が生じて持ち去ったっていう場合には、例外的に窃盗罪になるっていうのが判例だよね。えー、例えば、まあ、これもちょっとこ、これ、あの、少し余裕があるので、少し説明をすると、人殺して財布を奪ったみたいなケースでしょ、これ。で、で、一応、この33番の問題とは違って、最初からある人が財布を取ろうと思って人を刺して財布を持ち去れば、これは単なる強盗殺人です。 なぜかかっってて言ったららら財物合種に向けられてますからなので、例えば今回、金のネックレスだからそれに揃えて言うと、えー、なんかその人が持ってる金のネックレス欲しいなと思って、そいつのことを刺して、被害者のことを刺して殺して金のネックレスを持ち,込めば持ち去れば、それは刺す行為が強盗殺人行為ですから。なので、それは強盗殺人罪です。じゃあ、もし仮に普通に殺しました、えー、別に金のネックレスが欲しいとかじゃなくて、ある人を殺して、で殺した後に金のネックレス見つけた。 で、殺した後に金のネックレス見つけて、あ、いいもん持ってんじゃんと思って犯人自身が持ち去った場合には、殺人罪と窃盗罪です。で、これはどうしてかっていうと、判例が言ってるのは、死んだら戦友なくなるんだよね、本来はね。えー、原則は死んだら戦友はなくなるんだけども、あの、一連の行為を全体として観察をした場合ね、一連の行為を全体として観察した場合に、あの、犯人との関係では直後は戦友残るんだよね、判例はね。ということは、一回犯人自身の手で殺して、 犯人自身の手で殺して、その直後に欲しいと思って持ってった場合には、犯人との関係でのみ、死者の占有って残るんですよ。直後は。そうすると、死者の占有残ってるから、窃盗罪の問題になるんです。なので、そのような場合には、殺人罪プラス窃盗罪。で、話をちょっと戻すと、今回のこれはどうですかって、そこまで確認するといいかな。そういう事例じゃないでしょ。これ普通に通り過ぎたら死んでる人見つけたってだけの話ですから、もし仮にね、これ事実関係変えるけれども、 えー、例えば、この持ち去った人がこの人にひあの、この人を殺してるっていうケースだったら、ちょっと話変わります。えー、例えば、このね、えー、民家で火災発見して、消火活動に参加したものってなってるけれども、例えばこの人が、えー、この一人暮らしだった住人を殺した張本人だったということであれば、えー、殺した後にネックレス欲しいと思って持ち去ったということであれば、えー、それは、えー、その犯人との関係では、直後は死者の声優残るんで、その時は窃盗罪になりますけどね。ただ、今回はそういう事実関係じゃないよね。 ただで消火活動をしていったら死んでる人のとこネックレスあった、だから持ってこうってうだけですからえ、犯人自身との関係で死者の占有が直後残るっていう事例ではないので、単純に原則通り、死者には占有なしです。占有というのは人しかできませんから。ということは、死んでしまった以上は占有はもうね占有離脱物になりますので、占有離脱物を横領罪。では次の34番、えー、これはもう担当とかでよく聞かれるやつですね、あのパチスロでメダルのごと行為、えー、については窃盗罪になります、まず原則としては。 つまりなんでかっていうと、パチスロの遊戯を不正遊戯することによって、ごと行為でメダルを取る行為っていうのは、パチンコ店の意思に反するメダルの占有取得になるから、窃盗罪になるんだけど、でポイントになるのは、はいえー、このね、通常の遊戯方法でメダルを取得した場合の方うなんですね。これ、何が言いたいかというと、まあ、結論、これまるで、まあ、これ間違えちゃった人多かったかもしれないけど、大体パチスロのごと行為やるときって100、100%ごと行為やるわけじゃないんですよ。 なんでかっていうと100、100%ごと行為やったらバレますから、もう明らかに不自然なんで。じゃあ、どういうことをやるかっていうと、カムフラーチしながらやるんですよね。通常のパチスロの遊戯をしてる中で、途中でちょっとごと行為やったりするんですよ。だから言ってみれば、例えば、遊戯を 100, 100の遊戯をするとして、100の遊戯の中の80は普通通りにパチスロをやるんですよ。で、その途中で20ぐらいだけ不正遊戯して、メダルをたくさん取る。で、この時の窃盗罪の成立は、不正遊戯の部分だけで。 あの要するに通常の遊戯方法で行っているところについては窃盗罪成立しないというのが判例なので、まあ、実際、ここにもあるとおり実行者の犯行を隠蔽するため実行者の隣で通常の遊戯方法によってメダルを取得したこの場合、ここには窃盗罪は成立しないんです。あのごと行為ののの部分のみ窃盗罪だっていうのが、ね、判例です、えー、一応これはごと行為 えー、窃盗罪成立するっていうのがこれは例えば入門段階とかだと結構しれっとねあの紹介はしてるんだけれどもあの担当とかだとねそれなりにねあの繰り返し出てるところなんで、えー、確認しておくといいと思いますでは次35番、えー、35番もうものすごい論文だよね「えー、甲は沖田区に侵入して財布を盗みました」えー「誰にも発見されずに1キロ離れた公園で財布を確認した」「そしたら少なかったんでもっと欲しいなと思って、えー、30分後に沖田区に戻りました」 はい、これ何かって、事故強盗罪になるかの問題でしょう。窃盗の機会はもう失われてます。これ、追跡がもうなされない状態になってますよね。キーワードは誰にも発見されてないことです。財布盗んだ後誰にも発見されずに公園に行っちゃってますから、その時点でもう追跡可能性がないから、窃盗の機会はもう失われてます。従って、戻ってきても事故強盗にはなりません。よって、この玄関扉を開けようとしたところ、鉢合わせになっちゃいました。 で逮捕を免れる目的で暴行を加えた場合、何が成立するか、この時は通常の暴行罪です。ですから、これ、成立する犯罪は、まず窃盗罪、き水になります。だって、一回もう逃げ落うしてるから、いいですね、なんか財布盗んで、え財布盗んで逃げ落うした時点で、まず窃盗罪はきついです。で、もう窃盗の機会失われてるから、窃盗が終わった後戻ってきて、暴行を振るっただけですから。ということは、この場合、成立する犯罪は、窃盗のき水罪と別な機会に行われた暴行罪の、 大体、えー、だいたい併合罪ってことになるのかなっていう感じになると思います。はいじゃあ次、36番、はい自あの、ごめんなさい、強盗予備罪は自後強盗の予備も入ります。これはもう担当通りです。えー、これはもうあの知識として持っていてください。えー、いわゆるよあの強盗予備罪は自後強盗の予備も入りますというやつで。で、次、37番。はい、こうは通行中のオツから現金をカッシすることを企て、オツに対して犯行抑圧に至らない程度の脅迫を加えた。ということは、これ、強喝罪やってますね。 で、恐喝罪やってます。で、被害者であるオツは、え、オの、あ、コウの脅迫によって、いふして、まあ、ビビったわけです。ビビって、コウがオツの上着の胸ポケットに手を入れて、財布を抜き取ることを黙認した。え、この場合、恐喝未遂罪が成立するにとどまるということですが、え、まず結論としては、これは恐喝罪になります。あの、どうしてかっていうと、これ、問題の所在は、恐喝罪っていうのは、交付行為がいるんですよ。いいですよね。え、本来だったら、 恐喝罪というのは、言ってみればあれでしょ、犯行抑圧の程度に至らないような恐喝行為を行ってで、相手がビビって、でビビって任意に交付するで、交付することによって、財物が移転するというのが、一応、恐喝罪の構造にはなっているのでえ、今回のように、ただ黙認してるという場合に、これ、交付行為に当たるかが問題になるんですが、黙認も交付行為に当たりえます。だって分かっていいよってうなずいてる状態でしょ だから積極的に、恐喝って言ってみれば、脅かされて積極的に財布どうぞって差し出すのが典型的な例だけれども、あの財布を抜き取られるのを黙認してようが、それはあの交付行為と同時できるよね、えー。ということになりますから、まあ、一応判例も、これ不作為による交付行為ってことになりますよね。う、え、ん、ー。え、いっても、恐喝罪かな。えー、恐喝罪の。 不作為による恐怖行為と評価することができますので、したがって、百、えー、249条1項は問題なく成立します。ということですね。あの、ちょっと問題の取材が分かりにくかったかなとは思うけれども、基本的に強化罪とか詐欺罪の構造を抑えればいいからね。あれってのは、あの、可視ある意思に基づいて交付することが本質でしょ だ詐欺罪とか恐喝罪というのはだ騙されたり脅されたりして、で,で騙されなり脅されなりして、えー、この財物を交付することによって成立する犯罪だから、この37番はこれ交付してねえじゃん、えー。抜き取ることを黙認してんだから、交付がないからこれは詐欺のキスにならないんじゃないかという議論になっているんだけど、まあ、状況を考えれば、ね、財布をまさぐられているの分かって、黙って見ているということはそれは交付してるのと同じだからね。とということですで38番 はい、えー、これ、246条詐欺罪の財物に当たらないですが、はい、国各国公共団体の詐欺は普通にできます。えー、まあ、これ、一応問題の取材を説明するけれども、えー、詐欺罪ってのは個人法益に対する罪ですよね、原則は。えー、詐欺罪って個人法益に対する罪だから、こういう国家に対する詐欺罪ってできんのっていう話ですが、当たり前のように認めてます、判例は。あの、典型的なのは、生活保護の不正受給。 え生活保護の不正受給なわけ典型的な国家に対する詐欺罪ですからね。あとは健康保険証の返死とかね。えー、そういったものは、えー、これ財物当たるわけですよね。はい。じゃ次です。はい、39番、はい。横領罪の占有は間違えた人要注意。法律上の占有も入るからね。これは論文でもがっちり聞かれるやつね。えー、横領罪の占有っていうのは、乱用の恐れのある支配力全部指しますから、えー、例えば事実上の支配だけではなくて、登記名義人であることとか、えー、預金の 名義人であるといったような、まあ、いわゆる不動産の登記名義人とか預金名義人であるといったような、法律上の支配でも、占有に当たるからね。<laughs> で、次に、えー、と40番、ちょっと長い事例ではありますけれども、これも有名どころですね、横領罪のね。株式会社の取締役経理部長の公は、会社の買い占めに対抗するための工作資金として、自ら業務上を保管していた会社の現金を第三者に交付した。というのは、これ、業務上横領罪の問題だね。 でえこの場合、公が会社の不利益を回避する意図を有していたとしても、当該現金の交付が会社にとって重大な経済的負担の伴うもので、え公が事故の弱みを隠す意図も有していたのともっぱら会社のためにしたとは認められないときは、業務上労働が成立する。まずこれ、丸髪を当てられるようにという観点からすると、あのとりあえず丸ですよね、これはねで。何が問題になるか簡単に確認しよう。横領罪の不法領得の意思です。 横領罪の不当領得の意思は、ポイントは、もっぱら本人のためにする意思じゃない限りダメです。だ少しでも自分の意思みたいのがあったら、不法領得の意思は、えー、認められちゃいます。ですから、ここにも書かれている通り、横、うんえー、領罪における不法領得の意思っていうのは、もっぱら本人のために行うっていう場合には否定されるけれども、ほんの少しでも混じり気けが入ると、不法領得の意思は肯定されちゃう。 わけですよねですからここの40番にあるとおり、えー、例えばね、会社のためでもあるんだよ、これって、40番はね、会社のためでもあるし、自分のためでもあるというように混ざっちゃってる場合ですよね。えー、この2行目にありますけれども、えー、会社のためというのと自分のためというのが併存している場合は、不法領得の意思はありということになりますから、応ルで整理しますで。ちなみにこれはあの口頭で確認するけど、背任罪の取り加害目的と混ざりやすいんですよ。背任罪の取り加害目的は、 本人のため、自分のため、どっちがメインかで決まるんです。だから、背任罪の場合にはえ、自分のためってのが入ってても、主に本人のためならば OK なんですよ。背任にはならないんですよ。あの、取り加害目的ってのは否定されるんだけれども、横領罪の場合は、混じりっけなしじゃないとダメです。ちょっとでも、なんか、不純なものが入ると、横領罪になっちゃうんですよね。なので、あの念のため確認しておいてください。一応まとめると、 横、えー、領罪における不法領得の意思というのは、もっぱら本人のためにするという真っ白な気持ちでない限りは、不法領得の意思は肯定される、背任罪の取り加害目的は、えー、本人のためか、えー、自分のため、第三のため、どっちがメインかで決まるという、そこの違いだよね、はい。という40番、そんなところです。じゃあ次、41番、はい、窃盗犯人から盗品の売却を依頼された者が、えー、売却代金を事故の用途に消費するため、飛、え、翔、ー、するため着服しました。 はいえー、この時横領罪成立しますねあの。このように窃盗犯人との関係でも横領罪成立しますからね。これはもう、あの要件満たすから、横 <laughs> 領罪の要件ね、えー。だって、窃盗罪、あごめんなさい、えーと、窃盗犯人ね、窃盗犯人から盗品の売却を依頼されてる時点で、窃盗犯人との関係での委託信任関係あるからね。えー、窃盗犯人から盗品預かってるって時点で、窃盗犯人との間の委託信任関係があって、 でその委託信任関係に基づいて、えー、この被害者の物を占有しているわけでしょ、えー。被害者の物である他人の物を占有しているわけだから、それをあの不法領得の意思を持って横領すれば横領罪ですからね。ですから、このように窃盗犯人から預かっているものを横領しても横領罪になるよっていうのは確認しておきましょう。で、次です。はいえー、これは42番はなんか日本語の問題ね。公、えー、は、オツが同居の親族から盗んできたカメラを盗品であると知りながらオツから買いました。 とということですよね。そうすると、これって、まあ、いわゆるあの親族間の特例ですよね、えー。親族間の特例の問題で、257条で刑が免除されます。確かに。これは間違いなく合ってるんですよ。えー、257条で、えー、っと、えー、257条で、おは刑が免除される。ということは、まあ、これは間違いないんでしょうね。 あ、ごめんなさい。ちょっと待ってください。今、た今で一瞬ちょっと置,置いときます。ごめんなさい。ごめんなさい。えっ、ー、と、今言ったらちょっと忘れてください。えっ、ー、と、42番は、要はこういう感じ。えっ、ー、と、こうが、オツの、で、おつのし親族。親族から盗んできて、で、これを譲り受けたってことですよね。 でオツは、これに対してはどうなるかというとあの、一応確認すると、オツは窃盗罪で刑が免除されるということについては、えー、条文ちょっと確認しておくとあの、まあ、いわゆる親族相当例です、親族相当例で、この人は244条1項で、えー、刑が免除されます <laughs>、えー。親族相当例の適用がありますからね。 まあこの場合だったら、ここですよね。ここで窃盗罪やってるものについては免除されますよね。<laughs> えー、オツの同居の親族からオツが盗んできたっていうことであれば、オツは犯罪が成立しません。えー、ただし、甲の犯罪は普通に成立するよね。えー、なぜならば、えー、こについては、さっき言った257条1項の適用ないからね。えー、なぜならば、甲う、オツに親族関係ないから。 さっきちょっと、あのふにゃっとした感じで言っちゃったので、きちんと説明するとこういうことです。えー、とまず、オツにはあの、あれです。オツは、えー、刑が免除されますよね。<laughs> オツが刑が免除されることは間違いないです。これはまあ繰り返しになりますけれども、オツは自分の同居の親族からカメラ盗んできたって話ですよね。うん、オツは同居の親族からカメラ盗んできたわけだから、オツに窃盗罪は成立しないです。 あごめんなさい、ちゃんと言うオ、ね、ツは窃盗罪は成立するけど、刑が免除されますよね、正確に言うとね。えー、もう一度、これでちょっとあのまとめちゃいますと、オ、え、ツ、ー、が同居の親族から、えー、カメラを盗んできた場合、一応、窃盗罪は成立するけれども、えー、244条で、まあ、法は過程に入らずですよ、えー、親族相当例によって、オツは244条以降で、えー、この窃盗罪の刑は免除されます。 じゃあこのオツから甲が買い受けたって場合は、これ、当品の譲り受けですから、257条の問題になりますよね。で、257条の刑の免除っていうのは、この甲とオツとの間の親族関係って言われるでしょ。で別に甲とオツは親族関係にあるわけではないから、うんえー、この親族関係がないので、刑が免除されることはありえないっていうことでいいと思います。えっ、ー、と、実はだから、ちょっとあのごちゃっとしちゃったんで、ちょっと説明しましたが、オツに関しては繰り返すけれども、えー、同居の親族からの窃盗なので、 えー、窃盗罪は成立するけれども、244条1項で刑が免除されることは間違いないです。だから、ここまでは合ってるんですよ。ここまでは合ってるんですよ。ここまでは合ってるんだけど、そこから先が全然違うっていう話になります。はい。で、は42番、どうやってとでになります。では次、43番、えー。ちょっと一気にね、えー、50番までやっちゃいましょう。では問題です。項、えー、は日頃恨みに思って、恨みを持っていた部位の所有する自動車が止めてある駐車場に行って、えー、ガソリンかけて火をつけて、焼損させました。 はい。ということは、これ、あの、判例というモンスターペアルト事件ですよね、えー。公共の危険というのは、不特定多数人の生命、身体、財産であれば、公共の危険が発生することになりますから、えー、駐車されていた第三者が所有する自動車10台に延焼する危険が生じた時点で、これは公共の危険ありです。したがって、えー、建造物等以外放火罪は成立します。まあ、これ忘れてる方はね、あの、110条の問題ね。110条の公共の危険っていうのは、あの、判例はモンスターペアルト事件という事件の中で、 えー、不特定多数人の生命、身体、財産についての危険があれば、えー、公共の危険を認めてます。が、えー、って、近くに住宅とかなくてもね、近くに住宅とかがなくても、えー、この近くの駐車場で自動車に従来に炎焼する危険が生じたっていうわけでしょ。この時点で、不特定多数人の生命、身体、財産のうち、不特定多数人の財産に対する危険が生じてます。いいですよね。ですから、近くに住宅地がなくても、えー、自動車に炎焼する危険があれば、 不特定多数人の財産に危険が生じたということになりますから、110条でいうと、この公共の危険は発生しているということになります。ということになりますので、えー、問題なくなあの、ごめんなさい、建造物等以外放火罪の喫煙罪は成立することになります。<laughs> はい、ということで、よろしいでしょうか。では次の順44枚いきましょう。 はい、え、こうは、妻所有の一戸建ての木造家屋に、妻と 2, 2人で暮らしてました。はい、え、妻を殺した時点で、まずこれで、妻はいなくなりましたね。で、そして、その直後に火をつけて全焼させた。はい、え、この時、厳重建造物放火罪にはなりませんね。あの、キーワードやっておきます。え、この厳重建造物における人っていうのは、犯人は入りません。犯人以外になります。そうすると、今回、妻殺した時点で、今いるのは人は、 犯人しかいませんね。ということは、えー、厳住建造物で、妻の厳住性は妻が死んだ時点で妻の厳住性を失われているで。今いるのは犯人しかいませんから、犯人は人には含まれませんので、えー、厳住建造物ではもはやありません。したがって、この火をつけた行為っていうのは、非厳住建造物放火になります。えー、非厳住建造物放火。で、今回、妻所有ってことになりますけれども、うん、少なくとも厳住建造物放火にはなり得ないってことになりますかね。はい、じゃあ次の45番。 こうが一部の部屋のみが現に住居として使用されている、はい、木造の集合住宅ということは全体として1個の現住建造物だからね。これ建造物の一体性は普通認められますよね。木造建築ですから一部に火が及ぶば全部に燃えちゃいますので物理的一体性もあるし、あとは集合住宅ということであれば全体として人の寄居に使われる機能的一体性もあるから、そうするとこれは あの一部の部屋だけが住居に使用されているとしても、このアパート全部ですね、アパート全体が1個の全体として、現住建造物になりますから、空き部屋に放火しても現住建造物放火だかね。ということで結論は45は丸ということになりますあの。これはポイントはあの、キーワードになりますけど、建造物の一体性です。えー、つまり、現住部分と非現住部分がこうやって混在しているような場合ね。 厳重部分と非厳重部分が混在しているような場合であったとしても、物理的一体性、機能的一体性が肯定されるならば、全体として1個の厳重建造物になります。ということは、全体として1個の厳重建造物なんだから、空き部屋に放火しても、厳重建造物の一部に火つけたことになりますので、厳重建造物を放火させということで、ねはい。次、46番、えー。これもよく出るやつですね、あのいわゆる替え玉受験です。 えー、公はオツから大学の入学試験を代わりに受けてほしいと頼まれてこれを引き受け、オツになりすまして入学試験を受け、オツ名義で答案を作成した、はい、有印紙文書偽造罪が成立する、これはまず丸になります。でこれはあのちなみにあの確認だけしておくと、えー、とオツが、まあ、一応承諾を与えて、公にお願いして、で公がオツ名義の答案を作ったって話ですよね。 でこのときにこれが誘引、私文書、偽造罪になるかという話ですが、まず確認します、これ、ちょっと論文っぽくやると、誘引はまずこれ、署名があれば OK ですよね。署名があれば誘引ですから、例えばこのように、乙 t s が公に対して依頼して、公がこのような、えー、大学入試の答案を作ったわけですよね。<laughs> 入試答案を作った場合、乙の署名を使ってますから、誘引です。 そして、私文書っていうことですけれども、これ、一般的にあれですよね、事実証明に関する文書です、えー。いわゆる大学入試の答案っていうのは、その人の学力を示す、そういう効果を持ちます。えー、入学試験における答案っていうのは、受験者の学力というものを示す書類ということになりますから、えー、これ、事実証明に関する文書になりますよね。えー、事実証明に関する文書に当たります。で、最後に偽造になるかでしょう。 で、これはしっかりやっておきましょう。偽造っていうのは名義人と作成者の人格の同一で偽ることです。そうすると今回は名義人は誰でしょう名義人はオツでしょで、作成者はっていうことですが、作成者はこれオツが承諾しているから、オツが作成させたとも見れるんだけど、えー、入試答案は承諾無効ですよね。だって自分で書くことが予定されてますから、性質上承諾無効です。 え文書の性質上、えー、文書の性質上承諾は無効と考えられますから、つまり、オツがいいよと言っても、オツが作成者になることはありません。したがって、作成者は承諾無効ですから、こうになるんですよ。えー、これが、ね、偽造の構造ですよね。えー、偽造というのは名義人と作成者の人格の同一を偽ることで、 名義人というのは、文書の客観的性質から一般人が見て誰の文書と思うか、そうすると、この入試答案を見たら、オツの文書と思いますから、名義人はオツで。作成者は文書を表示させた主体でしょで。もしオツが承諾したのが有効ならば、オツが承諾を与えて作らせたから、作成者はオツだとも言えなくはないんだけど、ただ入,学しの入試の答案というのは、そういうふうに他人が書くことは認めてませんから。 文書の性質上、他人が書くことは認めてないから、オツがこうに対して与えた承諾は無効とされます。従って、仮に形式的にオツが承諾を与えてたとしても、作成者は大津にはならないです。作成者は原則どおりこうになる。従って、この2つがずれたから偽造だよ。まあ、ちょっと論文っぽく <laughs> 話すと、そうすると、この有印私文書偽造の構成要件を満たしますから、有印私文書偽造罪になります。はい では次の47番、はい、公が消費者金融業者に提出する目的で、えー、公文書である健康保険証の指名欄に、えー、まあなんか適当になんか改ざん加えてコピーしました、はい。コピーでも偽造になりますからね、えー、コピーする文書が出てくればそれをもって偽造罪になりますから有印、えー、公文書偽造罪が成立するこれは丸になります。えー、これは論文としてはコピーの文書性ってやつね。えー、まあコピーをして一般要するにこの を利用してコピーして、一般人をして健康保険証の申請なコピーであると誤認させるに足りるだけの形式外観を備えたものができれば、これをもって偽造文書になりますからね。で、もともとが誘引公文書だから、もと元々が誘引公文書だから、誘引公文書偽造罪になるっていうね、えー、原本と同じ扱いになるんでね、えーまあ、言ってみれば、もともとコピーしたものっていうもので偽造文書になるんだけれども、えー、このコピーの元々の原本が有印なものであれば、 出てきたコピーも誘引公文書になる。偽造になるというね。それが判例ですよね。<laughs> なんで、実際コピーしたものにハンコがそのままボンと押されているわけではないけど、ハンコをコピーしてますからね。えー、そうすると、まあえー、結論としては、コピー自体が、まあ、いわゆる偽造文書になるっていうことと、それから元の文書が誘引であれば、誘引の文書をコピーして作られた文書も、えー、これ誘引の偽造文書という扱いになるっていうね、ところをちゃんと押さえておくといいかな。はい、48番。 えーまあ、有名どころですかね、えー、警察官から提示を求められたときに備えて、偽造された免許証を携帯して運転しました、はい、偽造文書の行使になるかですが、行使にはなりません。なぜかっていうと、行使ってどういう場合を言うんでしょうか、えー、認識しうる状態に置いたときです。いいですよね、えー、偽造文書を認識しうる状態に置いたときに行使になりますから、ただ携帯して運転してるだけだったらそれにはならないっていうね、えーまあ、いわゆる偽造の免許証をただただ携帯して運転してるだけであれば、行使にはならないというのが判例です。 で、次49番。甲、えー、が強盗罪を犯した後、友人奥に事情を話して、外のかし、事故を隠避させた。一般的には、自己隠避罪っていうのは不可抜とされてるんだよね。ですが、他人を強さして自分を隠避させるのは、被告人の防御権の逸脱として可抜性を持つというのが判例ですよね。ですから、えー、犯人隠避罪の強さ犯は成立します。あの、これは、あの、もう一度、最後にね、あのここもう一回さっきと同じことを説明するけれども、あの、基本的に自分が自分をかくまうことは別にいいんですよ。 それは被告人の防御権の範囲だから、えー。例えばね、犯罪捜査を受けている人が逃げ回るってことですよ。犯罪捜査を受けている人が逃げ回るといったようにその、その対象者自身だよね。犯人自身が自分自身をかくまったりとか、自分自身が逃げ回ることっていうのは、被告人の防御権の範囲だから不可抜だとされているんだけれども、他人を強さしてそれをさせるっていうのは、被告人の防御権の範囲を超えるものとして、えー、このように、調査班成立するっていうのが判明ね。<laughs> で、最後。 はい。賄賂罪の職務は一般的職務権限に属すれば足りる。ということで、その通りということになりますね。えー、ということで、まあ、抜けているところがないかしっかり確認しておいてください。一応50問ありますけれども、す、え、べ、ー、てこれ予備試験の過去問と共通する問題になってますから、えー、しっかりと、まあ、目標点としては、えー あれですかね。今年合格目標型はまあできればもう満点近く取りたいというところではありますけれども、だ、ま、い、あ、大体まあ40問から45問ぐらいは1つのね、えー、なんかやったっていう、ねえー、点数だと思ってくれれば。で、入門で受けられている方は、まあ、とにかく6割、7割っていうのがまず1つの境目かなというところなので、まあ、抜けているところとか、もしくは忘れているところがあったら、そこはもう解説結構細かく載ってますので、そこは確認しておきましょう。では、ちょっと記述問題簡単に補足説明していきます。えー、記述25問ありましたが、えーまあ ちょっと回答,欄回答例の方を使いながら、まあ、バッと説明していきます。はい。<coughs> えまず1問目はこんなんでした。<coughs> えっ、ー、と、不審性不作違反って何ですかっていう定義ですね。え不審性不作違反っていうのは、作為の形で規定されているものを不作為で違反することですよね。え作為の形で規定されているものを不作為で違反すること。でそしてえ、どういう時に不審性不,不作違反の実行行為で認められるか。一般的に3つだよね。これはちなみに、あのインプットで学習している教材であったりとか、まあ そのインプットの学説とかによっては変わってくるところもありますが、まあ、一般的には作為義務、作為の可能性、容易性、作為との同化値性、えー、この3つが認められる場合には、えー、不,作不審性、不作為派の実行行為性が認められるというのが一般的に言われているところです。はい、じゃあ次、2問目 <laughs>、はい。刑事未成年者を利用した犯罪で、間接違範が成立するのはどういうときか、はい。1つはまあ問題文にはあるけれども、その刑事未成年者が全く是非弁識能力、是非弁別能力を欠いている場合は、もちろん間接違反ですが、もう1つは、 ぜひ、弁別能力はあるんだけれども、意思抑圧されている場合ですよね。つまり、お遍路事件のようなケース。えー、お遍路事件のようなケースだったら、間接違反になり得る。で、次に3番。これ間違えた人は、しっかりと復習しておきましょう、えー。今日結構テーマ的に多くやったやつ。被害者の承諾の影響を答えなさい。住居侵入罪の承諾があれば、侵入じゃないから、構成要件が該当しません。いいですよね、えー。住居侵入罪で同意があった場合には、そもそもそれは侵入に当たらないので、構成要件該当性が否定されて、犯罪が成立しない。 で次に、障害罪で同意があった場合には違法性阻却の問題です、えー。同意障害ですから、まあ、もちろんこれは、ね、社会的相当性があることが前提になりますけれども、障害罪で承諾を与えれば違法性が阻却される問題。そして、公務執行妨害に承諾を与えることはできません。国家法益だから。ということで、ねえー、国家法益の法規は不可能なので、えー、犯罪の成否に影響しないということが言えればいいでしょう。では次に、えー、4番、えー。正当防衛に対する正当防衛は成立しえません。なぜならば、 旧泊不正の侵害の不正とは違法を指します。ということは、正当防衛が成立するものは違法性が阻却されてますからね。つまり、正当防衛が成立した場合には違法性阻却自由ですから、正当防衛が成立する行為は適法行為なんですよ。ということは、旧泊不正の侵害になることはあり得ないので、正当防衛に対する正当防衛は成立し得ません。ってことです。それを、まあなんかきれいにまとめるとこんな感じ。 正当防衛行為は違法性が阻却され、適法行為になるため、不正の侵害に当たる余地はないから、これに対して正当防衛は成立することはないですということですね。はい、5番。えー、5番ですけど、これは学説問題、えー。防衛の意思必要説、不要説、どういう時に違いが生じるか、もうシンプルに偶然防衛です。えー、偶然防衛の場合には、えー、防衛の意思必要説からすると、えー、偶然防衛には正当防衛成立しないよね。 だけども防衛の意思不要説に立てば、偶然防衛の場合でも正当防衛が成立する可能性が出てくるということになりますから、ちょっとここは具体的な例も書いてありますので、えー、復習しておいてください。では次、6番。はい、これはすげえ重要ですあの。正当防衛のやむを得ずにしたは、ね、必要性と手段の相当性を指しますよね。えー、必要性と手段の相当性を指します、まあ。特に防衛手段の相当性を指しますが、緊急避難の場合は、 必要性、手段の相当性プラス補充性がいるからね。要件解釈として課長されます。まあ、言ってみればあの正当防衛の場合のやむを得ずにしたは、えー、防衛行為の必要性と特に手段の相当性になるけれども、えー、緊急避難の場合は、えー、プラスアルファになるんでね。避難行為の必要性や避難手段の相当性に加えて、この補充性も必要になりますよね、えー。避難行為がその避難を避けるための唯一の方法であって、 単に手段がなかったことも必要になるというところは押さえておきましょう。<laughs> はい。じゃあ次です。えー、7番ですが、えー、こちら、量的過剰防衛について。えーまあ、防衛行為が最初は正当,正当防衛だったんだけど、途中から追撃しちゃったケースですよね。えー、量的過剰防衛っていうのは、まあ、最初は正当防衛として行われてたんだけれども、相手方が侵害やめた後も、なおも引き続いて追撃行為を行った場合、どう処理するか。原則は全体として1個の過剰防衛ね。 いいでね、原則としては全体を1個の行為と捉えて、そして全体的に1個の過剰防衛が成立するかを判断します。ただ例外がありましたよね。判例で有名どころ、平成20年の屋外喫煙所事件ね。えーまあ、言ってみればあの、防衛の意思とか侵害が断絶していると見られるときには別個の行為と捉えることになりますよね。そうすると、まあ、原則論は <laughs>、 原則論は先ほども触れましたけれども、いわゆる量的過剰防衛の場合には、全体を1個の行為と捉えると。全体を一連一体の1個の行為と捉えて、全体を1個の過剰防衛として処理するんだけれども、断絶があるとき、特にこの断絶というのがキーワードですが、まあ、大体このように、侵害の継続性とか防衛の意思の継続性だよね。侵害の継続性とか防衛の意思の継続性から断絶がある場合には、第1行為と第2行為を分けます。 で、その結果、第一行為は正当防衛で違法性阻却される。第二行為は単純な故意犯になりますよね。なので、第一行為は正当防衛が成立して違法性が阻却されるんだけど、第二行為は通常の故意犯になるよっていうのが考え方でしたので、まあ、原則と例外をしっかりと説明できるようにしておきましょう。<laughs> では、次の8番ですで。8番については、嗅覚不正の侵害がないにもかかわらず、それがあると誤信した人がいたとします。ということは、これ誤送防衛だよね。 で、相手方がその侵害をやめたにもかかわらず、あ、ごめんなさい。えー、もう一回言います。えっ、ー、と、9 0 8番ね、900不正の侵害がないにもかかわらず誤審したものが、えー、誤審した侵害と比較して過剰な反撃行為を、それを認識しつつ行った場合の処理を説明せよう、えー。これは丁寧に行きましょう。まず、構、え、造、ー、要件該当性は肯定されるよね。で、900不正の侵害はないから、違法性存求もないよね。じゃあ次、誤送防衛見ます。 誤艘防衛で行為が阻却されるかを見るんだけれども、その人の頭の中で完全な正当防衛になっている必要があるよね。そうすると、この場合、えー、見ると過剰性認識してます。ということは、頭の中でその人の主観面で、やむを得ずにした行為、つまり手段の相当性を書いてますよね。ということは、誤艘防衛で故意阻却もないです。ということは結論としては、えー、普通に故意犯が成立します。いいですかね。えー、まあここは、もし忘れている人向けに言っておくと、勘違い起道事件です。 えー、勘違い起訴事件ですよ <laughs>、えー、このように構成要件が該当していて、で旧泊不正の侵害が月日ないでしょ、旧泊不正の侵害が客観的にないわけだから、正当防衛にもならない、そして、えー、誤装防衛で故意が阻却されるかってことを見るんだけど、誤装防衛で故意が阻却されるためには、その人の頭の中が完全な正当防衛じゃなきゃいけないんで、そうするとこの人の頭の中を除くと、過剰性を分かってやってます。 まあ言ってみれば、殴りかかってきた人に対して、包丁で刺してるみたいな認識でやってるんだよね。ということは、この人の頭の中では正当防衛完成してませんから、そうすると、通常の故意犯が成立することになります。でただ、この後続きがあるよね。ただし、36条2項の順序の余地はありますよね。36条2項っていうのが、いわゆる責任減少説に立てば、誤送防衛のような状況であれば、やっぱり心理的浪漫によってやりすぎちゃうのやむを得ないっていう、その責任減少の趣旨というのは及ぶから、 だから、えー、36条2項の重要な余地はあるよねってところまで書ければバッチリかなと思います。ちなみに勘違い起訴事件では36条2項による刑の減免認めてますよね、えー。っていう話になりますから、まあ、いわゆるあの、えー、回答として欲しかったのは、とりあえず公正、まあ、要件に当たるよね。で、正当防衛で違法性訴却されないよね。で、護防衛の行為訴却もできないよね、えー。その人の頭の中では過剰性認識しているから、えー、誤装防衛の行為訴却はない。 けれども、36条2項の刑の減免の根拠っていうのは、一応、責任現象っていうのは、やっぱり当てはまるところがあるから、36条2項の順用によって、この故違犯が成立するけれども、刑の任意的減免を認めるべきだっていう、36条2項の順用までかけていればバッチリかなというとことです。ここはぜひしっかりね、事例問題を含めて復習しておいたほうがいいかなというところです。では9番。9番はクローホルム事件で、 言ってみれば、第一行為と第二行為を一体として見られるような事情ってどういうものがありますかって話ですが、ここもクロロホルム事件、しっかり復習しておいてください。キーワードとしては、第一行為と第二行為が密接な行為であるってことですよね。第一行為が第二行為に密接な行為であって、第一行為を開始した時点ですでに殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められる事情があれば、第一行為と第二行為を一体の行為と見て、第一行為の着手時に殺人の実行行為を認めると。第一行為の開始時点ね。 でだからまあイメージとしては、ここにまあ問題文にもあるけれども、そのクロロホルム事件というのは、結局、第一行為と第二行為を一連一体の事態と見て、全体を一個の行為と見ることによって、第一行為の開始時点で殺人の実行行為性を認めると、殺人の実行の着手かな、正確に言うとね。第一行為を開始した時点で、殺人の実行の着手を認めるというのが、クロロホルム事件のポイントでした。で、この時に第一行為と第二行為を一体と見ることができるかっていうための判断要素が、この9番の回答です。 いいですね、第一行為と第二行為を一体と見て、そして第一行為の開始時点において、殺人の実行の着手を認めるっていうための一つの要素として、これだよね。うん、1> 第一行為が第二行為に密接な行為であって、第一行為を開始した時点で、殺人に至る客観的決定が明らかに認められる事情があればいい。でもし、余力があったら、その時判例が言ってる3つの要素を書けばいいよ。第一行為は第二行為のために必要不可欠である。 第1行為が成功すれば、第2行為に対して障害がない。第1行為と第2行為に時間的場所で近接性が認められる。っていうのが、この具体的考慮数だよね。ですから、この一応、回答としてはね、この第1行為が第2行為で密接な行為であって、第1行為開始時点での客観的牽制が明らかに認められるっていうことが書けてれば OK ですが、よりより具体的に書くのであれば、この密接な行為か否かを判断するにあたっては、この括弧の中、密接な行為に当たるかどうか。 これを判断するにあたっては、この1,2,3を判断しましょう。とこまで指摘できればいいと思います。では次に10番。はい。未成半と不能半の判断基準ですが、これは、あの、一般的にはこれだよね。あの、客観的建設で書くべきだよね。 あの、好意に存在したすべての客観的事情を基礎としてえ、結果発生の危険性があるかどうかで判断するということになります。で、これはですね、あの、学説ではでね、一般人を基準に判断するみたいな、不能犯の判断では、一般人を基準に判断するみたいな学説もあるけれども、やめた方がいいですからね。あの、どうしてかっていうと、問題でも言ってるけれども、あの、今、因果関係は、危険の現実化ぎって考えてます。で、危険の現実化せっていうのはえ、今日の担当の説明でもした通り、 行為当時に存在したすべての客観的事情を基礎として捉えるわけでしょ。ただ、一般人が認識していたかどうかっていうことは、因果関係の判断からはあの外されるんだよね。つまりえ、因果関係があるかどうかっていうことについて危険の現実価値を取れば、判断規定というのは、行為当時に存在したすべての客観的事情を基礎とすることになるわけでしょ。ということは、この不能犯かどうかっていうのは、これ、実行行為性じゃないですか。そこはずれちゃいけないじゃです そこはだから表と交わせる必要があるから、ちょっと回答にもあるとおり、危険の現実化の有無によって、客観的因果関係の判断をする以上は、やっぱりそこは揃えなきゃいけないでしょう。なぜならば、だってあの、実行の着手って因果関係の出発点だからね、実行の着手って因果関係の出発点だから、実行の着手の判断方法と因果関係の判断方法は、基本的に一致しなければ論理矛盾しちゃいますから、客観的な因果関係を判断するにあたって、危険の現実仮説を取るならば、 じゃあ、その出発点である実行の着手についても、やっぱり同じように行為当時に存在した全ての客観的事実を基礎とすべき。っていうことになるよね。なので、一応、10番については回答としては、この判断基準は、危険の現実活説を取るならば、やっぱりこの客観的建設に立っていくことが必要になるか、というとことです。はい。じゃあ、11番、一気にやっちゃいましょう。ここからはもう定義です。 11番については、これあの、もう担当でやった話です。過失案に必要な予見可能性っていうのは、具体的な結果と因果経過の基本的部分の予見可能性が必要っていうのが、北大電気ミス事件で示されています。でそして次に、危険引き受け。これもダートトライアル事件という事件の中でありましたよね。ダートトライアル事件の中で、危険引き受けが行われた場合に、違法性が阻却される場合があるっていうのを示してますよね。 具体的には、被害者が予見の範囲内で生じる危険を事故の危険として引き受けて、でその引き受けていた危険が、行為者の行為によって現実化して、そしてその行為に社会的相当性が認められる場合には、行為者の違法性が阻却されるんだという考え方を取っていますので、もしちょっと忘れている方はね、あのダートトライアル事件の中での判断枠組みですから、もう一度復習しておくといいと思います。では12番、13番。 もうサクッと行るやつです。A が B に対して V の障害を調査したところ、B が殺意を持って V を殺害した場合の A と B の在籍。これも担当でやった話です。まず B は実行行為者として殺人罪。ですよね。B は殺人罪。で、A は障害しか調査してないから、殺人と障害の構成要件の重なり合う、障害の強さになります。ここまでいいよね。えー、つまり B は実際に殺人行為を行ってます。殺意を持って V 殺してますから、えー、B, B には殺人罪。 で、B は殺人罪を行っていて、A は傷害の共産しかやってない。ということは、えー、実際殺人の、えー、実際 B が行ったのは殺人で、共唆行為については、A は、えっ、ー、と、傷害の教唆ってことになりますから、そうすると、構成要件の自主的重なり合いの認められる限度の、傷、えー、害罪の共産になる。けれども、傷害罪の共産にはなるけれども、結果的過長犯として人が死んでるから、傷害致死罪の共産ね。 ですあのこれ担当でやった問題です、えー、つまり B が A は殺人罪、そして A は傷害致死罪の共産になりますから、まあ、一応、理由付けのところにも書いてある通り、えー、この傷害致死罪の限度で、共、え、査、ー、班が成立することになりますということですね。<laughs> で、14番、えー、14番もこれはあの簡単に説明してということになりますが、A と B が正当防衛を一緒にやった、で防衛行為終了後に B だけが行っちゃったってやつですね。 これはあの有名どころでいうと、ファミレス事件とかデニーズ喧嘩事件ってやつですよね。A と B が一緒になって正当防衛やったんだけれども、嗅覚不正の侵害がやんだ後に、B だけが後を追いかけていって、追撃行為を行ったという場合です。まあ、今回事例もそうですよね。A と B が正当防衛を共同したんだけど、防衛行為が終了した後に、B のみが追撃として加害行為を行った場合、この時、A の在籍はどうなるかで。これは判例の立場がありましたよね。えー、ここです。 えー、新たに共謀が成立したかどうかを検討すべきというところですよね。つまり共犯からの離脱の問題じゃないんだっていう、これが判例、ファミレス事件での判例の立場ですよね。えー、ですから、その、侵害終了後にね、侵害終了後に新たに共謀が成立したかどうかを検討すべきであって、共謀の成立が認められるときに初めて、えー、侵害現在時と侵害終了後の一連の行為を全体として考察していくっていうのが判例ですから、そうすると、この14番の事例では、 問題文の括弧の中で、A はただぼーっと見てただけです。いいですね。A は B の追撃行為をその場で傍観してたってことは、新たな凶暴はありませんから、A は正当防衛が最初の第一部分ですよね。一番最初に一緒になって正当防衛をやっている部分については、A は正当防衛成立するから違法性が阻却される。そしてその後には新たな凶暴がないから、その新たな凶暴がない以上、その先は責任を負いません。したがって A は在籍を負わないことになります。これがファミリー事件の結論だったよね。 まあ一応書いたらな、A の防衛行為には正当防衛が成立して違法性が阻却される。そして、侵害終了後に新たな凶暴はありませんから、AB 間に新たな凶暴がないということは、その後の追撃行為には A は在籍を負わない。というのがファミレス事件の検討結果ということになりますよね。はい。じゃあ、えー、ここから先はもうどんどんやっちゃいます。15番、えー、単純域の域と保護責任の域については、定義が違いましたよね。えー、単純域棄罪の域は、えー、この1を指します。で、えー、保護責任者域の域は、 位置と置ととき去りをを指ししまますいいいう、ねえー、定義の違いを聞いてましたで、16番、はい、看護賢者が略取誘拐になるかっていうのは、これ、よくあるのが、看護賢者による連れ去りですよね。あの基本的には違法性存客の余地はあります。社会的相当性があれば。えー、ですが、えー、一応この16番にあるとおり、その看護賢者が子どもを連れ去った場合でも、未成年者略取になります。えー、一応、ここにもあるとおり、えー、16番にあるとおり、看護賢者も略取および、まあ、誘拐の可能性もありますからね。 えーまあ、看護権者であったとしても、えー、略取誘拐の罪の主体にはなるけれども、まあ、家族間の行為として、社会通念上許されるものであれば、例外的に違法性阻却される可能性はあるというのが判例だよねただ、結構ハードル高いんです、あの親が子どもを連れ去るっていうような事例ですから、まあ、親が子どもを連れ去るっていう事例で、これが家族間の行為で社会通念上許される違法性が阻却されるんだっていう、そういう社会的相当性の枠外だっていうふうに認められるハードルは結構高いですけどね。 ですが、一応判例は、あの <laughs> この社会通念上、許される枠内、つまり社会的相当性を有する限りでは、違法性訴却の余地はあるとはしています。で、次です。えっ、ー、と、17番ですけれども、これは、あの有感和歌山事件の規範をしっかり丸、まま、っと言えてるかどうかですよね。えー、有感和歌山事件そのままです、えー。いわゆる真実性の証明失敗した場合ね。えー あの名誉毀損罪の230条の2で、真実性の証明を失敗した場合でも、えここにもあるとおりえ、真実であると誤信し、誤信したことについて確実な資料を根拠に照らし、相当な理由があるときは、名誉毀損の声を書くっていうのが判例、ね、えになりますから、まあ、ここはちゃんと、有 <coughs> 刊和歌山事件の知識だね、をしっかり押さえておきましょう。 まあ言ってみれればあれだよね230条の2っていうのは、いわゆる違法性阻却事由なんだよね。で、いわゆる違法性阻却事由について、その内容の真実性の部分が失敗したという場合ですよね。えー、その内容の真実性の部分について、証明ができなかったとしても、その真実であると誤信して、で誤審したことについて確実な資料を根拠に照らす相当な理由があるときには、いわゆる違法性阻却事由の錯誤として、行為が阻却されるというのが一般的な考え方だよね。 そして18番、窃盗罪の不法領得の意思と横領罪の不法領得の意思は、これ間違えた人は必ず復習してください。窃盗罪の不法領得の意思は、いわゆる権利者排除意思と経済的利用,に従った経済的用法に従った利用処分意思だよね。この2つを両方見た必要があります。窃盗罪の不法領得の意思は、権利者排除意思と、それから経済的用法に従った利用処分意思が窃盗罪。横領罪の場合にはもっと広いんだよね。 えー、このように、委託の趣旨に背いて権限がないのに所有者がなければできない処分をする意思はすべて横領罪の不法取得の意思に含まれるというやつです。で、次です、はい。詐欺罪の欺く行為については、まあ、大丈夫だね。あの判断の基礎となる重要な事項を欺く行為、偽る行為です。えーまあ、一般的には、一向犯罪であれば、交付ということになりますかね。で、二項ということでは、財産上の利益移転ということになりますが、まあ、いわゆる財産的処分行為に向けられた、 え財団的処分行為の判断の基礎となる重要な事項について、錯、え、誤、ー、に陥らせる、もしくは偽る行為のことを言いますので、他ここの定義を言えれば OK。<laughs> で、20番え。債権者が債務者を脅して債権を取り立てる行為は強制強活税になるかなります。だって、構成要件として強括やってます。で、債権者が取り立てるというのは違法性掃客の余地はあります。えつまり、強括税の構成要件には該当します。で、で債権者が取り立てるっていう行為は、 いわゆる権利行使として、社会的相当性があれば、社会的相当性の枠内であれば、違法性が阻却される余地があるよっていう話ですよね。ですからまとめるとこんな感じです。債権者による取り立て、脅かして取り立てる行為っていうのは、強活税の公正要件には間違いなく該当します。で、また、債権者に取り立て行為、権利行使といっても、社会的相当性を逸脱するような場合には、違法性は阻却されないことになりますからね。そのあたりのところが説明できてれば OK。 で21番、えー任罪とえーいい、詐欺罪と背任罪の損害、えー、これも定義です、えー。詐欺罪の損害は個別的財産の喪失ですよね。えー、詐欺罪の損害というのは個別財産の喪失が、えー、損害になりますから、でそれに対して背任罪は全体財産の減少だよね。えー、経済的見地から見た全体財産の減少が損害ということになりますから、ここはもう定義が言えれば OK って、まあ、忘れてれば確認という感じですね。 では次に22番ですけど、これも文書偽造で先ほど担当で説明した内容になります。名義人とは何か、はい、名義人というのは、文書の記載内容から理解される意識内容の主体と説明されますよね。でこれは文書の客観的性質から一般人基準に判断されます。まあ、ここはまあちゃんと説明したいね。えー、文書偽造罪における名義人の定義ですから、えー、文書の記載内容から理解される意識内容の主体であり、文書の客観的性質から一般人基準に判断されると。 でえー、と22番では、じゃあ、この名義人という概念が、文書偽造罪でいかなり役割を果たすか。これは、偽造の定義が名義人と作成者の人格の同一を偽ることなんだから、その中で名義人っていうものが意味を持ってくるわけね。ということが書いてあるわけつまり、文書偽造罪の偽造というのは、名義人と作成者の人格の同一を偽ることを言うため、この名義人という概念は、偽造の構成要件外当性判断の中で、えー、意味を持ってくることになりますという感じですかね。 あと3問、はい、名義人の承諾があった場合の話は、あ,のあれで触れました、えー。有効な承諾があった場合には、えー、偽造罪にならないんですよね。いいですね、えー、ですが、えー、文書の性質上、名義人による作成だけが予定されている文書の場合は、名義人の承諾があっても、えー、これは、文書の作成は偽造に当たり、文書偽造罪になりますよね。あの要するにあの、先ほど触れた替え玉受験の例ですよね。 替えー、買い玉受験の例のように、原則としては承諾があれば、えー、名義人と作成者ってのは一致するんですよね、えー。有効な承諾があれば、有効な承諾があれば、名義人と作成者ってのは一致するんだけれども、えー、ただ、えー、文書の性質上ですね、先ほどの厳格な辞書性が要求されるようなものです、大体ね。えーまあ、よく判例で出てくるのは、交通あの違反の原票とかね、えー、交通違反における原票であったりとか、えー、それとか、 あとは交通違反原票とか、あとは大学入試の答案用紙とか、え厳格な辞書税が要求されているものはそもそも承諾ができませんから、そうすると法的には有効な承諾にならないので、えそのような文書の場合には、名義人と作成者の人格の同一性がずれますから、え偽造になりえるということですよね。だから原則は、まずね、有効な承諾があれば偽造にならないんだけれども、承諾できない文書っていうのが世の中にありますから、承諾できない文書の場合には偽造になっちゃうよっていう流れが分かれば OK です。 はい。そして24番。これがまあ実質系ラストかな。25番を最初にやっちゃうと、偽証罪における虚偽の陳述は主観説ね。え偽証罪っていうのは客観的な真実に合わないものではなくて、商人の記憶に反するものがあの虚偽の陳述ですからね。えですからまあ25番の偽証罪の虚偽の陳述っていうのは、判例は主観説取ってますから、商人の記憶に反する陳述ということになります。で、24番だけ、これちょっと説明するとですねえ、捜査機関から犯罪の研究を受けているものを、 真犯人じゃないと信じて事故のもとにかくまった場合、犯人増得になるかという問題。でこれは若干難問でしたえ。まず前提として、犯人増得罪の犯人とは何か。真犯人ではなくて、捜査を受けている人はすべて、これはあの犯人増得罪における犯人に当たります。したがって、<coughs> まあ、ここですよね。こういうことですえ。ですから、まあ、罪を犯した者には、 犯罪の権利を受けて捜査または訴追されているものが含まれて真犯人であることは入りません。したがって、まあ、言ってみればですね、これが、あの、刑事司法作用に対する罪なんですよ。犯人贈得罪とか犯人隠避罪ってえ。ですから、捜査を邪魔するものは全部これ犯人贈得になっちゃうんで、そうすると、捜査中のものっていうのは基本的に犯人贈徳における犯人に当たります。あとこれは罪を犯したものってことね、要は。 103条でいうとこの罪を犯したものに入ってきます。したがって、この、えっ、ー、と、公正要件レベルでいうと、犯罪の権威を受けている人をかくまえば犯人増得になります。で、で、もちろんこれ、あの、この人は真犯人じゃないって思い込んでるけど、真犯人じゃないって思い込んでても、故意には無関係だからね。どうしてかっていうと、103条ね、これがラストになりますので、ちょっと説明すると、103条の犯人増得罪の罪を犯したものっていうのは、 えー、103条でいうところ罪を犯した者というのはあの先ほど言った通り捜査中のものであるわけですよね。捜査中の,ものであれば罪を犯したたに当たりますということは、かくまっている人は警察から追われている人だという認識があれば罪を犯した者の故意は欠けるところないからね。つまり真犯人ではない、この人は無実に違いないと思っても何の意味もないです。 その人は無実に違いないんだ、真犯人ではないんだっていうふうにその人が思い込んでかくまったとしても、あくまでも103条の罪を犯したものっていうのは、要するに警察から追われているものとか、捜査中のものを指します。したがって、捜査中のものをかくまえば、構成要件としては犯人贈得罪になるしで、この人は真犯人じゃないっていうふうに思い込んでいたとしても、警察から追われていることは分かってますから。 つまり、捜査中のものであるということを分かってかくまっていれば、それは故意に欠けるところはないよね。なので、真犯人であるか否かの認識は故意の成立とは無関係であると。したがって、<laughs> 犯罪の嫌疑を受けて捜査されているものであると。まあ、この認識があればいいんですよ。犯罪の嫌疑を受けて捜査されているものであることの認識人を持ってそのものへの隠匿行為、まあ、増得行為だね。 犯罪の権限を受けて捜査されているんだということの認識、任用をもって、そのものへの贈得行為がなされれば、犯人贈得罪の構成要件にも該当するし、行為にかけるところもないため、行為犯としての犯人贈得罪が成立するということになります。まあ、若干ちょっと国家法益については手薄だったかなというところもありますけれども、あのまあ入門講座のレベルではまあ結構詳細に説明しているところだと思いますので、えー、もう一度しっかり確認しておきましょう。 では、えー、一応解説の方、少しまあ長くなりましたけれども、えー、一応、まああの、記述の方はですね大体自分なりに、えー、説明ができているかどうかというところを基準に、まあ、丸抜ツ判定をしてもらえればと思います。であとはまあ客観的に担当の問題は、まあ、個人的にはしっかりと正答率高い問題を選んでいます。あの実際ののの予備試験の過去問の中から まあ実際にしっかり入門講座のレベルで回答できるものを選んでますから、まあ、間違っているところとかがあれば、回答でしっかり確認して、学習を進めておいていただければと思います。き今日は一応ここまでといたしまして、まあ、また次回ですね、今度は刑事訴訟法になりますからね、刑事訴訟法でも同じように、異性テストの方を行っていきますので、ペースメーカーとしてしっかりと準備を進めていただければと思います。それでは本日の一斉テストの解説ですね、刑法の解説は以上といたします。それではお疲れ様でした。